黄河三郎犯罪発明者第一章死刑囚の脱走美貌の女中昭和日報記者千々内俊治は 郊外世田谷の真っ黒な道を勢いよく歩いていた大きな原を突っ切る道だった原は地球が丸いということを証明するように真ん中が小高くなって湾曲していたのでこちらからは向こう側にまばらに立っている家は見えなかった行く手には大きな森が地平線上に真っ黒な影を半分だけ出していた その上の空には大東京の灯し火が火事を思わせるように真っ赤に生えていた赤い空の中にはちぎれ雲が浮かんで二つ三つ星がちらちらしていた春だった腹の中には春を象徴するようなものはほとんど見られなかったけれども凹凸した大地からも真っ暗な空気の中からも 何者か伸びようとしている生き生きとしたものを感じるのだった獅子内の五体はムズムズした何かこう大声で叫んでみたいような気持ちだった獅子内は下戸だっただから酒に酔った経験はないけれども今の彼の気持ちは酒飲みが当然と酒に酔っている気持ちと少しも違わないのだったししちは 大学を出てから丸2年、失業者の仲間に入っていたそうして3年目にようやく昭和日報に入社することができたのだった彼は新聞記者になることが修正の望みだった新聞記者以外の職業はそれがどんなに好条件であっても彼は振り向きもしなかったそのことが彼を2年間失業させたのだった それだけに彼は新聞記者になれたことをどんなに喜んだであろうか彼はそこで懸命に働いたそうして彼自身の期待したとおり彼の生まれながらに備わった驚くべき新聞記者才能は彼の努力と相まって闇夜の玉のように光を放ってきた入社後美月で彼はもう一人前の探訪記者として取り扱われた 入社後1年近くの今はもう押しも押されもしない名記者になっていたのだった彼は愉快でたまらなかったこうした彼の成功を喜んでもらうために彼は今日同窓の親友石部雄一を世田谷に訪ねたのだった石部は獅子内とはだいぶ肌合いをことにしていた 彼は在学中に反検事試験にパスして学校を出るとすぐ司法官司法になった彼は成績がよく上司の覚えも良かったので今はもう一人前の検事になって東京地方裁判所に勤務しているのだった石部は果たして非常に喜んでくれた獅子ちがまだ独身の書生肩たなのに反して石部は早く再退して もう幼い子供を一人持っていたが夫婦で心からもてなしてくれたのだった獅子ちは今そこからの帰り道である彼の歓喜彼の得意彼の満足はけだし察するにあまりあるのだ彼が酒を飲まないで当然と酔った気持ちになっていたのは必ずしも 大自然の陽気が彼の青春の血を沸き立たせたばかりではないのである獅子打ちはまるで酒に酔ったような気持ちで愉快に世田谷の原中を歩いていたそれは確かに事実であるしかし彼のように新聞記者となるために生まれてきた男はいついかなる時にも事件ということを忘れることはできないのだったそうして 当然の順序として彼の頭には宣告から石辺の家で聞いた事件のことが思い浮かんでいるのだったそれは全く読者100万を誇っている大昭和日報の名探訪記者としての我が獅子内が問題にするような事件ではなかった石辺の妻の糸江が食卓の用意に暇取りながらしきりに 女中が今朝出たきり帰ってこないのでと十分もてなしのできない言い訳をしたちょうど女中の不定下降りでどこの家庭でも女中が居つかないので困りきっていた時のことだし事にこんなへんぴな寂しい家であるから女中が無断で逃げ出すくらいのことはあえて不思議ではないのだったけれどもねえ ちょっと惜しい女中だったよ石部は心から惜しそうに言うのだった女中というのは美月ほど以前に慶安から来たのだったが年は23とかいう素晴らしい美貌な女だった女中としては美しすぎるのでどうかと思ったが何しろ女中がなくて困り抜いていた時だし寒いさなかのことで容易に代わりが得られそうもないので そのまま置いてみることにした。ところがその女中が非常な広いものだったというのは彼女自身も女中として美貌でありすぎるのを恐れるかのように化粧などというものはみじんもしないで髪も無造作に束ねたまま少しも骨惜しみをしないで朝から晩まで影ひなたなく働くのだったまったくいい女中が来たと思いましたわ。 糸は言うのだった。けれどもきれいすぎるしそれで読んだり書いたりすることもとてもかっことしていますしなんだか使っていながらこっちが引け目を感じるようでしたわそれから時々こう変に沈んでじっと考え込むことがありましたのですから私はなんだかいいところのお嬢さんが 何か訳があって奉公なんかしているのじゃないかと思ったりしましたわこいつがね石辺が口を出した時々どうも薄気味が悪いというのだけれども今言うとおりよく働くしねその点ではえがたい女中なんだから何かの事情があるのかもしれないけれども そんなことに触れて嫌な思いをさして出ていかれるよりはそっとしておいていてもらった方がいいというのでね一切彼女の事情には触れなかったのだよ女中にとっては彼女自身のことに触れられないのがかえっていいらしかったそうしてすっかり居ついて冬の三月を何事もなく過ごしたのだったこの分ならずっといてくれるだろうと思って よんででいたのですよ糸江も石部も美月あまりも忠実に働いてくれた彼女を見てすっかり居ついたものと安心していたところが突如として今朝彼女は姿をくらましてしまったのだ急に思いついて友達のところへでも出かけたのじゃありませんか今に帰ってくるでしょう このごろの女中の中にはかなりわがままなのがあってある程度までは雇い主も目をつむっていかなければならない時代なので思春地は軽い気持ちでこう言ったのだったところが伊藤は首を振ったいいえそんなことじゃありません美月の間に一度だって無断で出かけたことなんかありませんものそれに 今朝の出かけた様子が変なんです。私が起きましたら、台所でご飯がふいているのにあれの姿が見えません。裏庭にでも出ているのかと思って呼んだのですが、いくら呼んでも返事がありません。ご飯を炊きかけて飛び出していったのですから、どうもただとじゃないと思いますわ。なるほど。 そいつは少し変ですしでね。サイくんの態度がかなり真剣だったので獅子内もついつい釣り込まれてこう言うともうだいぶ酔いの回っていた石部はおいおいもう女中の話なんかよせたまに来た珍客にそんなくだらないことをいつまでもくどくど言ってるやつがあるかと叱るように言ったので獅子内も こんんばたりけろりとして帰ってくるかもしれませんよ。と言ってそれなりその話は片づけられたのだった石辺の家で聞いた正事件というのはそんなことだった獅子内は腹中を歩きながらふとそれを思い出したのだった女中の失踪か平凡な出来事だなだが それが案外の大事件の発端になった。なんてことになると面白いんだがな。獅子内は田んぼう記者らしいことを考えながら歩いていった。ところがどうも変だった。繰り返して言うが我が獅子内記者は下戸で今夜も一滴の酒を飲んでいなかった。だから無論彼は正気だったのだがどういうものか。 いくら歩いてもその腹から出られないのだったいつまでも行く手には真っ赤な森が見えてその上には大東京の赤い光が夢のように生えていたそれほど広い腹ではないのであるだからいくら歩いても出られないなどというはずがなく昔なら狐に化かされたというところだが我が獅子討ちにそんな馬鹿げたことはあるわけはないし つまり彼は錯覚を起こしているのに違いない真っ暗な野原のほんの名ばかりの凸凹道だからまっすぐに歩いているつもりが案外うねっているのだろうし長く歩いているつもりがまだいくらも歩いていなかったのかもしれないがとにかく七子内はいつまでも真っ暗な原中を歩いているようでどうも変な気持ちになった。と 不意に行く手にひょっこりと人影が現れた獅子打ちはぎょっとした変な男強旦そのもののような獅子内がぎょっとするというのはあまり例のないことだった彼は柔道三段という腕前はあるし持って生まれた度胸は その後幾度か生死の間をくぐってもびくともしなかったがこの時ばかりはギョッとしたのだったなんだかこう人外境にでも迷い込んだような錯覚を起こしていたところへふいにひょっこり人影が現れたので驚いたんだろうね獅子ちは後にこの時の気持ちをこう説明したふいに行く手に現れた人影はだいぶ離れていたので が獅子ししちはふと石辺の家を無断で飛び出した女中が帰ってきたのではないかと思ったそして美しい女が乱れ髪をして打ち沈みながら歩いている姿を想像したそうすると僕はなんだか小説の中の主人公のような気がしたよ。これは、 やはり獅子ちが後に友人に語った怪術だがその時に彼はウィルキー・コリンズの「ウーマン・イン・ホワイト」を思い出したのだった「ウーマン・イン・ホワイト」の発端では主人公のカートライトがロンドンの郊外で道に迷う真夜中であるロンドンの郊外には東京のそれが持っているよりもさらに広い荒れ地がある。 そこには小山があり沼があり雑木林があり迷路は縦横に走っているその中に青年は迷い込んでしまったのだ歩いても歩いても本堂には出られないのだと彼は突然荒地の真ん中で髪を振り乱した白衣の婦人に出会うのだ彼女はじっと青年を見つめながら言う あなたは誰か純男爵を知っていますか。うちの頭の中にはかつて読んだことのあるコリンズの小説が思い浮かんだのだったそのうちに彼と向こうから来る人の距離は縮まった女ではなかった男だった街灯の襟を立てて鳥打ち棒をぶかにかぶった男だった 目がギロリと光っていた。2人はまさにすれ違おうとしたと鳥内ちの男は若々しい低音の声で言ったちょっと伺いますが松沢へはどう行くんでしょうか松沢獅子内はびっくりしてオウム返しに反問した彼には2つの驚きがあった1つは 松沢村という言葉が彼にすぐ精神病院という連想を与えたのともう一つは現在彼らのいる場所があまりに松沢から離れていることだったこの時間にさようもう10時過ぎていたであろうこんなところで松沢への道を聞くということはどうも変ですぐ返事のできない方が最もなのであるええ 相手は案外落ち着いていてた。松沢ってえ君獅子ちは相手をてっぺんからつま先までじろりと眺めた考えてみると世田谷で松沢の道を聞くということは神田で仙台へ行く道を聞くほどとっぴなことではないのである大体いい松沢へ行くには新宿から京王電車に乗るべきなのだが。 多摩川と二子玉川とを間違えて渋谷から多摩川電車に乗る人はまれにはあるのであるそれに今は多摩川電車は三軒茶屋から京王電車の高井戸に連絡しているし実は獅子内の今いる原も三軒茶屋から少し高井戸の方に入ったところなのであるそれに松沢と言ったって何も精神病院があるだけではない 立派な普通の住宅があるのだけれども電車ならともかくこの時間に歩いていくのは変だ童貞にすれば2里や三里はあるだろう歩いていくんですかええ相手は依然として落ち着いている獅子内はちょっと首をかしげたこいつやはり 神田で仙台へ行くく道を聞く手と同じなのかな。神田とか本郷とかなるべく安価な同情心のある人のいそうなところを選んでよぼよぼしたばあさんなどが仙台とか名古屋とかいうとんでもない遠いところへ行く道を聞くそしてでたらめな哀れっぽい話をして黒山のように群がった人の中から汽車賃の施しを受けるそんな詐欺がちょいちょいあった そのの手ではないかと思ったのだしかしそれにしては仕事をする場所も行く先も変だ人通りのない腹中で獅子内一人に松沢までの電車賃を詐欺するなんて少しバカバカしい歩いて行くなんて大変ですなそれに僕は道をよく知らないし電車で行ったらどうですか獅子内はようやくこれだけのことを言った。 すると相手の男はちょっと獅し,し打ちを見上げたが「そうですか道を知らないのですかそれならそうと早く言えばよいのに」というふうにぶっきらぼうに言ってさっさと歩きだしたき君ちょっと待ちたまえ獅子打ちは慌てて呼び止めた彼はこの男の態度がバカに気に入ったのだった 君むやみに歩いたって仕方がないじゃないかこの辺に道を聞く家なんかないぜ道を知らない中を真夜中にかけて無鉄砲に歩いて行こうという男が今の世の中にあるのが嬉しかったのだ獅子ち自身もよくこうした無鉄砲をやることがあるので呼び止められて鳥打ち棒の男はちょっと振り向いたがだって他に方法がないものね と言ってまたた。行こうとしあ、ま、待ちたまえと言ったら電車に乗って行きたまえよ電車賃ぐらい僕が出すから獅子打ちが追いかけて行こうとすると彼はちらりと獅子打ちを見上げたありがとうだけれども電車賃の問題じゃないんだ彼は例の低音でそう言い切るとスタスタと歩き出してみるみるうちに 闇あきれ,れたやつだなあとを見送りながら獅子打ちはつぶやいたが彼の脳裏には今彼を見上げた鳥打ちの男の目がなんとなく悲しそうだったのがはっきりと印象づけられたのだった脱獄 不思議な男に会ったためか獅子ちの錯覚は破られてそれからあとはもう変な妄想は起こらなかった彼は無事に電車通りに出て電車で渋谷まで行きそこからタクシーを走らせて神田駿河内のアパートに帰ったところがそこには予期しないことが待ちもうけていた門番の話によると留守中に昭和日報社から度々電話がかかったそうで 帰ってきたらすぐ社に電話をかけよううとということだった。獅子内は社を呼び出した「すぐ来てくれたまえ」編集長尾形稔の声だった後年獅子内が異常な才能を発揮して世間の樹木をそばたたしめる大問題をそれからそれへと解決して新聞記者会の麒麟寺昭和日報の司法といわれるに至った頃には 一代の名編集長と謳われた緒方とはフシのごとく兄弟のごとく水魚のごとく遠慮のない間柄となったがこの時には彼と獅子内との間には未だ相当の距離があったので部下扱いにされても仕方がないのだったはあ,あ何か事件があったのですか獅子内が答えるのを追いかぶせて無んだ 内容は来てから話す。ぜひ君に活動してもらいたいのだよ名編集長と言われるだけに短い言葉のうちに若い者を喜ばせ勇気づけることを忘れなかった獅子打は再びタクシーを飛ばして有楽町橋近くの昭和日報社に駆けつけて編集長の部屋に飛び込んだ市ヶや刑務所から脱走した男があってね 獅子内の顔を見ると編集長はいきなりこう言った。え市ヶ谷刑務所から未結集ですね。誰です未結集じゃないよ。非結集だよ。非結集じゃあ死刑囚ですね。獅子内は思わず呼吸を弾ませた。事件は思ったより重大だった。 市ヶ谷刑務所は未結集ばかり収容しているが既決集のうち死刑の言い渡しを受けた者に限って同所に収容してあるのだったああ<う>編集長はうなずいた小玉時生だ今夜8時頃小玉時生が逃げたんだ小玉がそうでしたか。 ししうちはなぜだかとうとうやったなという気がしたのだった。だから彼は割に興奮しなかった。どういう方法で逃げたかということは他の者が調査している。君は小玉の隠れているところを探し出してもらいたいのだ。ししうちは編集長の言うことを聞き流して無性に耳たぶを引っ張っていた。 これは彼が考え込む時の癖だった児玉時代の事件は3年越しの一大疑惑だった事件の始まった年が獅子内の学校を出た年だった2年間の失業時代には獅子内もこの事件に興味を持ってはいたがそればかりにかかっていることはできなかったし昭和日報に入ってもすでにその事件の担当記者が決まっていたので 彼はいわゆる友軍としてちょっと関係しただけであったが調べれば調べるほど奇妙な事件だった状況証拠はことごとく児玉の殺人を決定的なものにしている児玉自身は絶対に殺人の事実を否定したけれども彼は一審でも2審でも死刑の言い渡しを受けた上告も棄却された刑の執行は、 純実に迫っていたと突如として彼の脱走である獅子ちはなんとなく彼が自分の潔白を示すために脱走したような気がしたのだった多分都内に潜伏しているだろうという見込みだまず第一の手がかりはマスの弁護士だね編集長の続ける言葉に獅子ちの瞑想は破られた マスというのは最近にめきめき売り出した任侠弁護士で不当な圧迫に苦しむ者や冤罪に泣く者のために完全たって熱弁を振るう情熱感だった児玉のためには最初から無報酬で弁護を引き受け終始一貫彼の冤罪を主張しているのだった児玉が死刑の言い渡しを受けた時には 法廷でハラハラと流れ落ちる涙を払いのけながらも天を仰いで超短足したという劇的な場面を見せた人だった児玉が脱走したということになると第一に糸を引いていないかと疑いのかかるのは当然なのだったまずの弁護士に会ってみたまえそれから彼の家を見張るんだね君は少し遅れたから 他者の,ものがもうそれぞらやってるだろう。うまく立ち回ってしっかり頼むぜ君ならきっとやれると思って特に選抜したんだからはあ、承知しました紫内は編集長の前を下がったがこの時ふと彼の頭をかすめることがあったつい戦国世田谷の腹であった奇妙な男はもしかすると 脱獄宗の子玉ではなかったか獅子ちは子玉とは面と向かって会ったことはなかったが法廷に出た彼の姿はたびたび見たし彼のサビのある声で裁判長の尋問にはっきりと答えるのを度々聞いた宣告の男は顔は鳥打ち棒の日差しと街灯の襟で隠していたし辺りが暗かったためによく見えなかったが 底力ののる低音の声は明瞭に聞いた声だけでは古い記憶を頼りに同一人だと断定はできないしかしいささか突飛ではあるがもしかすると彼は小玉ではなかったかという疑念が獅子内の頭を離れないのだった彼はこうした疑念を抱きながら牛込めの マスの弁護士邸へ急いだ男爵邸の殺人ここで筆者は3年前にさかのぼって児玉時男の殺人事件を説明しておかなければならない今を去ることちょうど3年やはり4月のある夜12時近く 町署の私服警官の一人が館内の三番町を歩いていた彼が男爵白川辰樹邸の前に差し掛かるとふと裏木戸が二寸ばかり開いているのが目についた邸内はどうも寝静まっているようである刑事は怪しみながら木戸に手をかけるとスルスルと訳もなく開いたとその物音を聞きつけたと見えて どこからともなく犬がけたたましく吠え立てた不意に吠えつかれたので刑事はタジタジとしたこうやってちょっとした物音にでも敏感に吠え立てる飼い犬がいるとすると泥棒もうかつには入り込まないわけでことによると歌人が外出して帰ってこないので気度に締まりがしていないのかもしれぬそれなら別に注意するにも及ばないと思って 刑事は一旦踏み入れようとした足を引っ込めたするとその途端に艇内のどこかでパンという異様な音がした刑事ははハッと立ちつくんだ犬が着ぐるいのように吠えたてたそれと同時に今まで真っ暗だった洋館の2階の一室がパッと明るくなった そうしてて、窓が急に開いてそこから乗り出すように男の半身が現れた人殺<嵐>し！ピストルの発射されたような物音がして2階から半身を表した男がこう叫ぶまでそれは実に一瞬の出来事だった叫び声を聞くや否や刑事は一掃に丁内に駆け込んだそうして 明かりを目当てに洋館のそばに走り寄ると庭に面したポーチのドアが半開きになっていたそこから彼は猶予なく家の中に飛び込んだ刑事が2階の一室に駆けつけると部屋の中には一人の男がピストルに胸を射抜かれて倒れていた彼はもうすっかり事切れていたそのそばには ピストルを手にしたた。男が呆然と立っていた倒れていたのはこの家の主人の白川男爵でピストルを握って突っ立っていたのが児玉時生だった窓を開けて人殺しと叫んだのはこの家の老羊だった刑事はすぐに児玉の手首を捕まえた彼は少しも抵抗しなかった。 刑事は難なく補助をかけることができた。老羊の言うところによるとその部屋は白川男爵の書斎だった男爵はいつも夜は早く寝る習慣でこの日もかなり早くから寝室に入っていた老羊は彼の部屋に下がって雑誌などを読みながら遅くまで起きていたすると階段がきしる音がして 人が登っていくような気配が感じられた主人夫妻をはじめ奉公人は全て寝ているはずであるから彼は不審を起こして階段のところに来てみたすると不意に会場でピストルの音がした彼は夢中で2階に駆け上がったそうして書斎に飛び込んで電灯のスイッチをひねってみると主人が倒れていて 見慣れない男がピストルを握ってそのそばに立っていたそこで大急ぎで窓を開けて助けを呼んだのだった事柄はすこぶる明白だった刑事は思いがけない光明をしたのを喜びながら釉薬して児玉を麹町警察署に連行したところが覚悟明白な事件であるにかかわらず 児玉はガンとして反抗を否認し続け、係官を手こずらすのだった児玉時代は某私立大学を卒業して現に某保険会社に勤めている28歳の独身の青年だった彼はある理由で城山男爵邸に忍び込んだが男爵を撃ち殺した覚えはもちろんないし ピストルを携帯したた。事実もないと申しし立てたしかし彼は城山邸に深夜忍び込んだ理由については口をつぐんで絶対に申し述べないのだった児玉は白い広い額に聡明さを漂わせ凛々しい眉毛に決断力を示し澄み切った目に誠実を語っていた言うところも理路整然としているし 言葉もハキハキしているし当局もちょっと再考せざるをえなかったのだこだまの物語るところによると彼はある理由で白川邸に忍び込んで2階の書斎に入ると不意に耳元でピストルの音がしたびっくりして立ちすくんでいると急に部屋が明るくなったふと足元を見るとピストルが落ちている。 何気なくそれを拾い上げると急に「人殺し」という叫び声がしたそれで気がつくと部屋の中に人が倒れている「あっ」と思っているうちに見慣れない男が来て彼の手に補助をかけてしまったというのだったちょっと聞くとすこぶる曖昧な申し立てではあるが深夜初めて人の家に忍び込んだものが 不意に耳元でピストルの音がしたり急に電灯がついたりしたら狼狽のあまり逃げるのも忘れて呆然としてしまうということは十分ありうるから仮に児玉の人格を信じるとすると彼の言うことはデタラメとばかりは言えないのである考え方によると彼は相当の教養があるのだからこんなデタラメと思われることを言わないでもっともらしい弁解を考え出すことができたわけである。 そこで仮にピストルを撃ったのがこだまでないとすると問題の部屋の中には老室児の他には誰もいなかったピストルの音を聞いてから刑事の駆けつけた時間はごく短かったからもし他に怪しい者がいればおそらく彼の目に触れたことであろうそれに男爵夫人はじめ雇い人たちは ピストルの発射された当時はそれぞれ寝室にいたことが証明されて何ら疑うべき不死はなかった児玉以外にはピストルで男爵を射殺することのできたのは執事を他にしてはまずありえないのだった老執事が一人だけ真夜中近くまで起きていたという点や犯罪現場を見て犯人とおぼしきものを捉えようともせずまた過人を起こそうともせず 窓を開けて往来に向かって叫んだという点など疑えば疑われることだったこの2つについては老羊は次のように弁解した夜遅くまで起きていたのは全く雑誌を読みふけていたので別に理由はありません窓を開けて助けを呼んだのは恐ろしい事件に出会って昨日転倒した際ですから これという考えがあってしたのではありませんが、御前様が倒れておられる。そのそばにピストルを握った男が立っている。この際、年寄りの私がどうしてその男に向かっていくことができましょうか。また、歌人を呼ばなかったのは、奥様を驚かせしたくないためと、雇い人はいずれも女ばかりで、 起こしたところで何の頼りにもならないと思ったからです老執の言うところも理路整然としていたそれに彼が長年忠実に仕えた主人を射殺するなどということはちょっと考えられないことだったそうなるとピストルを発射した者は誰か科学が犯罪を解決する世である もし凶器として用いられたピストルに浪出児の指紋があったならば彼は嫌疑を免れることは難しかったであろうところが取り調べの結果ピストルには小玉以外の指紋は全然発見されなかったのであるもっとも手袋をはめるとかハンカチのようなものを当てて持つとかすれば指紋を残さないことはできるしかし ハンカチを当てながらピストルを握って発射するということはほとんど不可能のことであるし老羊が当時手袋をはめていなかったこともまたピストルを発射後急いで手袋を脱いだ形跡のないことも十分確かめられたので老羊は全然県議の外に立つことができたのだったさてそうなってみるともはや児玉以外に疑うべきものがないのだ。 しかも当時の状況は誰が見ても彼が犯人であるとしか思えないのであるかくて彼自身が犯行を絶対に否認するにもかかわらず彼は起訴せられ余震は有罪と決定して第一審第二審ともに死刑の言い渡しを受け上告もついに棄却せられるに至ったのだった第一審の裁判が進行中 前にも述べたとおり任教を持ってなっていた弁護士マ益野仁が無報酬で弁護を引き受けかぜ小児玉の冤罪を叫んで官犬に対抗したのだったマスの弁護士は官犬の異常な努力にもかかわらず凶器として用いられたピストルの出どころが全然判明しない事実を挙げてピストルを児玉の所有品にあらずと断じて 彼が当初よりピストルを携帯しなかったことを主張したそれから一見些細な事実であるが児玉が白川邸に忍び込んだ時に同屋敷の飼い犬が少しも吠え声を立てなかった事実を述べて当夜同時刻に起きていた老羊は刑事に吠えた以外に飼い犬の吠えるのを全然聞かなかったと証言したのださらに 刑事が同屋敷の木戸に手をかけたばかりで飼い犬が激しく吠えたてた事実に及んで「小玉に対して飼い犬の吠えなかったのは飼い犬が小玉を見知っていたためではないから必ずや飼い犬の見知っているものが小玉のそばにいたのである」と論じて「白川邸内の何者かが小玉を邸内に引き入れる手引きをしたのにそういない」と断じた。 この説は官邸にも受け入れられて白川邸内のものは全て厳重に調べられたのだがついに共犯者を発見することができないのだったマスの弁護士はさらに児玉の兵糸を調べ彼の人格を商用して彼を知る者は誰一人として彼の有罪を信じる者がないと結び裁判長に向かって速やかに無罪の判決あらんことをこうたのだった。 マスの弁護士の言うところはいずれも一理あったしかし全て的確な反証とは言い難いもので特に児玉が頑強に白川邸に忍び込むに至った理由を述べることを拒否したのが裁判官の心象をひどく傷つけたのでマスの弁護士の努力もついに報いられるところがなかったのだったなおもう一つ付け加えなくてはならないことは 児玉の裁判が進行中白川家はいつか人手に渡って屋敷を買い取った人は惨劇のあった洋館をすっかり壊してしまって新たな建物を築造したことであるこの事実を知った桝野弁護士は痛憤した彼は法廷において被告の有罪無罪を決定すべき重大なる証拠となるべき現場を保存するのは当局の責任であると論じて 一度現場が破壊されんか本事件のごときは永久にその真相を見いだすことはできないであろうと大見えを切ったのだったしかし白川邸が売却されることもまた同屋敷が取り払われることも司法当局のいかんともできないことだった以上が一大義獄事件として三年間世人の話題に上がった。 玉事件の真相である放たれた矢獅子内は編集長の命を受けて牛込のマスの弁護士邸に駆けつけた彼が桝の邸に着いた時はもう12時近かったしかし同屋敷は高校と伝統がついてなんとなく物々しいありさまだった どうやら屋敷の内外は私服警官で固められているらしかった応接室では五六人の新聞記者に取り巻かれて益の刑事が興奮しながら何事かをしきりに語っていた志打ちは出遅れたのでもう単独にマスのから何事かを聞き出すことは到底できそうにもなかった志打が応接室に入ると 他の記者の汽車で彼と親しくしている一人がそっと耳のそばで囁いてくれた。マスノは絶対に子玉の闘争に預からないと言うんだよ。ししうちはうなずいて友人の行為をししながら席について、熱心に語り続けているマスノ弁護士を眺めた。マスノは五十近いごま塩頭の一見したところ温厚そうな紳士だった。 しかし、どうかすると、はやぶさのような感じのする目と、年にしては肉の張り切った身長とに、精悍な気質の片鱗を示していた。我が輩は、あらゆる合理的手段で彼を救おうとした。しかし、残念ながら、刀折れ、いや、尽きたのだ。判決に対しては、満行の不満を持っている。しかしじゃ、 我が輩は断じて非合法手段は排斥する。彼が闘争をあえてしたことは、いかん万番じゃ。マスノは断じてかかる非合法手段には組みしない。その天諸君は我が輩を信ぜられんことを願うのじゃ。これが彼の最後の言葉だったらしい。 彼はこう言い切ると悠然と立ち上がって応接室を出て行ったこの時に獅子内は突如立ち上がると彼の後ろを追った僕は昭和日報のものです遅れてきましたので詳しいお話を伺う気を失いました失礼ですが23質問させていただきます第1にお伺いしたいのは逃走した児玉の知人ですが どう獅子内が一気にこれだけのことを言うのを桝の弁護士は迷惑そうに聞いていたがどうも困るなそのことは今あそこで言ったばかりなのじゃから度々繰り返されては実に困るそうでしたかそれではそのことは向こうにいる同僚に聞くことにしましょうところで 小玉は松沢に誰か知人があったでしょうかこの質問はかなり松の弁護士に答えたらしい。彼はぎっくりとして顔色をやや変えながらしばらく父打ち,ちの顔を眺めていた。が、やがて彼は元の平静に帰りながら。松沢知らん。我が輩は。 松沢に小玉の知人がいたなどということは少しも知らん。そう言って彼は急ぎ足で奥の方へ入っていった。後を見送りながら獅子打ちはつぶやいた。うん。俺は運がいいぞ。どうやら推測が当たったらしい。へっ、応接室のデクノボートもめ。早くから詰めていて。 お前たちは俺の十分の一の手がかりもつかんじゃいないのだぞ。2> 第2章松沢のの開示洋服の紛失翌日いつになく早朝に起きた獅子打ちは大急ぎで支度をすると、 松沢村の精神病院に出かけたゆうべ図らずも世田谷の原中であった怪人物が脱獄宗の児玉時男と決まったわけでもなしまた彼が松沢への道を聞いたということが直ちに精神病院を指しているわけでもないけれどマスの弁護士に試みに松沢と探りを入れてみた言葉がどうやらギクッと答えたようだし松沢といえばなんとなく精神病院が思い出され それにまんざらこだの事件に関係がなさそうにもないので夜が明けるのを待ちかねるようにして家を出たのだった病院の門前に来たときはまだ8時前だったしこうした特殊の病院なので早朝から診察をこいに来る人もないらしくいかめしい門から奥まった描写までの広々とした道はきれいにはき清められて朝の尾行が 敷き詰めた砂利にくまなく落ちかかっている様子はのどかと形容したいようだった獅子ちは門前で足を止めたなんと言って入ろうか彼にはちょっと適当な口実が思い浮かばないのだったもしゆうべ松沢への道を聞いた怪人物が脱獄衆の児玉だとして彼の目的がこの病院にあったとしたら ゆうべのうちにここで何か事件が起こったに違いない獅子ちはこういう考えでここまで来たのだがまさか真正面から「ゆうべここに何か事件がありましたか?」と聞くわけにはいかないこうした尋ね方が一番下手なのだ獅子ちはいったん正門から入りかけた足を返して裏門の方に回ってみることにした 裏門のそばにはやはり守衛の詰め所があったがそこには守衛の姿が見えなかった獅子ちは彼一流の強気主義で門の中につかつかと入っていったするとものの23軒も行かないうちに彼はつっけんどんな声で呼び止められた「おいおい君どこへ行くんだ?」 振り返ってみると恐ろしく太った男がまん丸い赤みを帯びた顔を不機嫌らしくゆがめながら突っ立っていた爪りの制服を着ているところを見ると守衛らしい,いやあ獅子ちはわざとなれなれしく呼びかけて守衛のそばに寄って「おはよういい天気ですなあ」 君は一体何だい主衛はじろりと獅子内をねめま回したが獅子内の親しげな態度にはやや飲まれた形だった「朝っぱだからだいぶご機嫌が悪いようですな」「いよいよいでて人を食った挨拶だが獅子内には人に憎まれないという一徳があるのでもともと人のよさそうな主衛はつい釣り込まれて」 うん。機嫌が悪くもなろうじゃないか若い宿直の医師につまらない小言を言われたりしてさ今どきの若い者は年寄りを敬わないからね獅子ちはすかさず機嫌を取るように言うとなあに別に敬ってもらいたかねえさ。 こっちは六十に手の届く年でもたかが門芸だし向こうは三十そこそこでもちゃんと学校を出て立派な資格のある人なんだからこっちから頭を下げたって悔しくないよだがてめえの粗相で洋服をなくしたといって おいらのせいにされちゃあかなわねえよ洋服をなくすなんてヘマな野郎だなあこの辺の呼吸は獅子ちは心得たものであるこういう時に「え洋服がなくなったのかい?」なんて反問は必ず相手に警戒心を起こさせるものだ洋服が紛失したという事実をもう知り抜いているように肯定して 次の段階に飛ばさなくてはならないのである果たせるかな門芸は苦もなく引っかかってしまったうんおかしな話さ盗っ人が入った形跡もなしさそれに盗っ人が入ったところで脱ぎ捨てておいた洋服だけを持っていくてのは変じゃないか。 時計もガマ口もちゃんとあるんだってからどこかへ脱ぎ忘れたんだろうおれもそう思うんだが寝まきときかえてちゃんとそばに置いといたというから脱ぎ忘れたというのも変なんだよじゃあほかの医者がまちがえてきていったんだろう ところがそうすれば代わりの服が残っているはずなんだがないのかいないんだそうするとやはり泥棒が入ったんじゃないのかな他になくなったものは少しもないのかねうんシュはうなずいたがこの時に彼は 今までなれなれしく話し合った男が一面識もない男だということに気がついてぎっくりとしながら「いったい君は何だい朝早くから何だって裏門なんかからやってきたんだ僕は新聞記者ですよ」何新聞記者ええ。 編集長の命令でね何か材料を取ってこいというんでやってきたんですがね表門からじゃあちょっと入りにくいので材料って君ここじゃあ最近別に変わったことはないぜ変わったことがなくたっていいんですよちょいとした記事になればいいんでいよいよなけりゃ豊川将軍のことでもいいんです 豊川将軍というのは40年もここに入院している古代妄想教で病院の主として有名な男だった豊川将軍も古いねですから何か面白そうなことがあったら教えてくださいよ。と言いながら獅子内はガマ口から一円紙幣を取り出して門営の手に握らそうとした。 門芸の顔はみるみる変わった彼は雷のような声を出したなんだこれは獅子打ちはしまったと思った彼はすぐに一円紙幣をポケットに押し込みながら「どうもすみません 別に買収しようなんて考えじゃないんで。当たり前だ。ここをどこだと思っているんだ。ここは公立の病院だぞ。俺だって公理のはしくれだ。何をふざけたまねをしやがるのだ。貴様、新聞記者だなんて言うけれども。 怪しいぞことによると洋服を盗んでいったのは貴様じゃないかこいつはしまったどうもまあそう腹を立てないでくださいよ僕だって悪気があったわけじゃないんですから獅子ちはここで彼を怒らせてしまっては大変だと思ったので一生懸命謝った。 すると、門芸は太っているだけに腹も立てやすいが、また機嫌を直すのも早い方で。そう謝るなら許してやら。以後気をつけるんだぞ。ああ、驚いた。獅子ちは大行な身振りをしながら。もう少しで追い払われるかと思ったね。 ここで何か材料を取っていかないと編集長からどんな小言を食うか知れねえんだ。下っ端は辛いよ。僕も職業大事で君から何か材料をもらおうてんでやったことなんだ。勘弁してくださいよ。うん。職業大事とか下っ端とかいうことがだいぶローモンゲの心を動かしたらしい。彼もたった今、 若い医院に小言を言われてむしゃくしゃしていたところだったのだから君は若いけれどもなかなか心がけのいいところがあるそんならそうと初めから言えば俺だって何とかしてやるのに金をつかませて話させようという了見は悪いぞだからさ 謝っているよ。いやまあ何か新聞の材料が欲しいんだね。おい今の洋服紛失事件なんて面白いんですがね。えそいつはいけないよ。そんなことを書かれちゃおれの落ち度になってしまう。ダメですか。 ダメだよ。その代わり、面白そうな患者を紹介してやろう。豊川将軍じゃあ、あんまり陳婦だからな。変わったのがいますかいるともさ。変わったのを入れるのが、ここの商売だからね。そういえば、 ここに3年ぐらい以前からいるので変わったのがあるそうですね。獅子ちは何気ない風をしてカマをかけてみた。さあ3年ぐらいいるのはザラだからね。誰のことだろうね。男さえ見れば首ったまえかじりつくというきれいな娘がいるがね。 そんなのではなく「俺は気狂いじゃない」って言い張っているようなのはありませんか獅子内はある有名な事件を思い起こしたのだその事件というのは兄が弟を殺してその現場を見ていたもう一人の弟を無理やりに精神病者にして病室に監禁しておいたという近代犯罪史に特筆しなければならないような事件だった。 仮にこだ事件の関係者がこの病院に入院しているとすればあるいはそんなふうなことがあるかもしれないと思ったのでこういう質問をしたのだったおいおいに機嫌を直してきた門芸はニヤニヤしながら「そんな患者は吐いて捨てるほどあるよ」「気具いじゃない」って言い張るのが気具いの特徴の一つだからね。 おう、そういえば代表的のがいるよ。そいつは三年越し入っているんだが、絶対に気ぐるいじゃないと主張するんだ。若い女なんだけれども、雄弁でね、理路整然としていてね。何でも、 非常に重大な事件の鍵を握っているからここを一刻も早く出してくれなければ困ると言ってねそのくせその重大な事件が何やらわからないんだよいやそれどころじゃない 自分の名も忘れてしまっているんだああ、そいつは面白いですね材料になりますねその女に合わせてくださいよ獅子打ちは平気な顔をしていったが彼の胸は踊り上がっているのだった意外の珍事 さあ、それは合わせないことはありませんがねどうも単なるジャーナリスティックな興味の上から記事にさえなればいいという考えでは困りますここはとにかく公立の精神病院で病院の建前から行っても患者の秘密は厳守しなければなりませんし新聞記事にするということはある意味では患者を侮辱することになりますからね金縁眼鏡をかけた 尖った顔の神経質らしい医院はジロジロと獅子内を見ながらにがりきっていった洋服をなくしたという医院とは別人と見えて彼はきちんと体に合った勝者な服装をしていた「ごもっともです」獅子内は恐縮したようにうなずきながら「その辺はよく承知しておりますから決してこちらのご迷惑になるような書き方はいたしません」 それさえお分かりならお合わせします。まったくこの患者は奇妙な女でしてね。名は花山つね子となっていますが、実のところ本名だかどうかわかりません。言葉、挙動、ほとんど常人と変わりがないようなのですが、記憶喪失症でしてね。肝心なところになるとまるで何にも覚えていないのです。気狂いでないと言い張り、 非常に重大な事件の鍵を握っているというんですがそこまでははっきりしていて言うことも理路整然としていながらさてどんな事件かと聞くと急にキョロキョロと不安そうな表情をして発声に支障をきたして最後には巨トンとして訳がわからなくなってしまうのですコーヒー患者なんですかいいえそこがまた妙なんですよ ちゃんと正式の手続きをして入院した私費患者なんです。入院してから3年になりますが、その間入院料はきちんきちんと欠かさず送ってくるんです。誰から送ってくるのですか本人の夫でしょうね。やはり花山という人からです。見舞いになんか来ないのですか 3年間ほとんど訪ねてきた人はありません、ね、ただいま行った花山という人から入院料を納めるついでに書面でよろしく頼むと言ってくるきりですほほうしかしその花山という人の住所は分かっているんでしょう分かっています他に保証人もあり保証人の身元も分かっていますがそれにもかかわらず どううも、花山恒子といいいののはは本名でででででないらしす。すす。す。変変変ね。変です全く変です何しろ本人は記憶喪失で自分の名も忘れてしまっていますから本人の口から確かめるわけにはいきませんがどうも私たちの見たところでは本人は決して以前花山とは名乗っていなかったように思える。 しかし、正式の手続きをして、入院料もきちんきちんと支払っているし、病気が治らない限り、無理に退院させるわけにもいかないので、そのままにしてあるんです。でも、長い間ですから、少しは訪ねてきた人があるでしょう。ええー、それはないこともありませんが、ごく少数です。どうもなんだか、 探偵小説にでもありそうな話ですね。まったく私たちも以前は興味を持ちましてね。何か探り出してやろうと思ったりしましたが相手が気狂いではね。はははは。しかし新聞の記事にはもったこいです。読者が喜びますよ。そいつは困る。やや打ち解けてきた委員は 急に元の逃がりきった態度に変わって読者の興味本位に書かれては困る当院では患者の秘密ということについては細心の注意を払っているんだからその点は大丈夫ですよ当たらず触らずうまく書きますから僕が話したというふうに書かれては困るな委員は今さら口を滑らしたのを後悔するように 不安そうに獅子打ちを見下ろした。決してそんなことは書きませんよ。なんなら原稿をお見せして、行けなければやめてもいいですよ。そうしてもらうといいんだがなあええ。しかし、患者には会わせてもらえるんでしょうね。今の約束さえ守ってくだされば。無論守ります。 では、ご案内しましまょう。病室のドアが開けられた時に獅子ちは思わず呼吸を凝らしてハッと棒立ちになった室内にいた患者は年の頃2 5五6だろうか思いやつれがして色も青ざめていたけれども黒い瞳のパッチリとした目といい筋の通った格好のいい鼻といい引き締まった口元といい ししうちが今までに見たいかなる美人といえども彼女の前ではその光を失うだろうと思われるほど際立った美しさだったことに3年越しの病室暮らしにさいなまれた彼女はその美しさに一種異様の凄みを加えていた過去の新聞記者生活にいろいろなものを見てきた獅子内だったけれどもこの京美人の死体には ただもう脅威の目を見張るよりなかったのだったどうかね獅子内が脅威の目を見張っているといなとにかかわらず慣れきった委員は子どもでもあやすような調子で脅威人に呼びかけた脅威人は黒目がちなつぶらな目を委員に向けたがどうしたのかだるそうな格好をして口をきこうとしなかったどうしたんだね 今日はバカにおとなしいじゃないいか。いつもなら委員の姿を見たらすぐに雄弁にしゃべりかけるはずの女が黙り込んでいるので少し変に思いながら彼は彼女に近づいた。と彼女は突然体をブルブルと震わせたそうして「ううう」と訳のわからないことをうめくとともにがっくりと体を伏せてしまった おどうしたんだね委員は驚き怪しみながら彼女のそばに寄って突っ伏している体を抱えて顔を覗き込んだがはあ彼はたちまち異様な叫び声を上げたそして大声で看護人を呼んだ院長はまだ来ていないか誰でもいい呼んでくれ注射の用意をしてくれ 委員の狼狽した様子にシシウチはびっくりしながら。急病を起こしたんですかそうです。容易ならぬ容態です。ことによるともう間に合わないかもしれません。え一体どうしたというんですわかりません。昨日診察した時には少しも変わった様子はありませんでした。こ、こんな急激な変化が来ようとは。 実に意外です。怪しい見舞い客看護人の急報で京美人原山恒子の部屋はたちまち駆けつけた人々でいっぱいになった院長はまだ来ていなかったと見えてそれらしい姿は見えなかったが宿直の委員や出勤してきた委員はことごとく集まってきたようだった 例の洋服をなくしたという先生も診察着をかぶってごまかしながら人々の中に混じっていたカンフル注射に次ぐリンゲル刺液の注射が何回となく繰り返されたつね子はそれで一時取り留めたらしく無意識状態ながら苦しい呼吸をついていた中毒症状だね一人の委員が半ば一人ごとのように言ったうん 獅子打ちを案内した委員は彼は片桐というならしかった僕もそう思うアルカロイドの中毒らしいねしかしもう一人の委員が言ったどうしてこんな症状を起こしたのだろう誰か鎮静剤をやったのかい僕はやらんて僕も知らんねえ片桐委員は言った 僕がゆうべ最後に見たんだけれども鎮静剤なんかやらないよ誰か何か食べさしたか年さらしい委員はこう言って集まった看護人や看護婦をずらりと見渡したいいえいつもの食事のほか何もあげはしません彼らの幾うんの返事はこうだった変だね 変だよ委員たちは互いに顔を見合わせたが片桐はふと思い出したように獅子内を見返ってどうも妙なことになりましたがねこんなことは新聞に書かないでくれたまえよ獅子内は一歩進み出た無論書きはしませんが何ですかアルカロイド中毒なんですか片桐は頷いて どうもそうらしいですアルカロイドってモルヒネかコカインの類でしょうが何ですかそういうものは飲むとすぐ効くんですか分量と体質によりますね場合によるとすぐ反応を起こすものもありどうかすると数時間後に起こるものもあるそうすると夕べの食事に入っていたのか それともけさの食事に入っていたのか分かりませんね朝飯はまだです獅子内のそばに立っていた看護人がじろりと獅子内を見回しながらぶっきらぼうに言ったそうするとゆうべの食事ということになりますね獅子内が言うのを片桐委員は抑さえてしかしゆうべの食事に毒物なんか絶対に入っていませんよ どうかすると見舞いのものが何か与えたかもしれません見舞い客が勝手に食べ物を与えることは厳禁してあるのですがなかなか行われませんでね今朝はまさか見舞い客はなかったろうね片桐は看護人に聞いた看護人は首を振って今朝はまだありません昨日はありました何 昨日見舞い客があった何時頃朝のうちでした朝のうち片桐は看護人の言葉を口の中で繰り返して朝のうちなら関係がないいや年さの委員が口を出した朝の見舞い客が何か与えたのを夜になってから食べたかもしれぬ それはそうだ。片桐はうなずいて。だが、見舞い客が毒物を与えるというのもおかしいね。どんな風だった、その客は。片桐は再び看護人に問いかけた。若い婦人でしたよ。何か与えた様子はなかったかねさあ、そんなことはないと思いますがね。 ご覧の通りのありさまで。片桐は獅子内に向きながら。話を聞くどころじゃない。当人が突然不明の原因で既得状態になりましたから、どうぞお引き取りください。くれぐれもお願いしますが、新聞に書かないでくださいよ。本人が幸いに回復すれば、獅子内は言った。 外部に知らせないで済みましょうが、もしこのまま死んだとなると、黙っているわけにはいかんでしょう。死にはしませんよ、大丈夫。片木にはひどくうろたえながら。万一死んだところで、委員内のことですから、委員内で始末しますから、どうか内分に。ええ、承知しました。しかしですね、 もし外部に発表するような場合は、第一に私に知らせていただきたいのですが、とにかく私が最初から関係しているんですから。もし外部に発表するようなことがあったら、無論そうしますよ。その点は安心してください。それからもう一つ約束してください。もしこの夫人が回復したら、必ず私に会わせるということを。 えー、約束します。片桐委員は新聞にすっぱ抜かれたら大変だと獅子内の言う通りいいダクダクとうなずくのだった囚人獅子内は思いがけない事件にぶっつかって半ばぼう然半ば落胆しながら松沢病院を出た。 もっとも彼はそれまでに抜からず看護人に「京美人つね子」を訪ねたという女の人相その他を詳しく聞いたが無論差し当たりそんなことは少しも手がかりにならないのだった京美人つね子が児玉の事件に関係があるかないかはまだわからないことだがそれはそれとして彼女の入院当時から今日に至るまでの話は実に機会極まるものである。 彼女に会おうとした時に急に彼女が原因不明の中毒症状を起こしたということは果たして偶然だろうか何人かが常子を訪ねたという若い婦人が第一に怪しいが恐美人の口から秘密の漏れるのを恐れて殺してしまおうとしたのではないかそういえば委員の洋服の紛失も この際、機械な出来事の一つとして考慮のうちに入れなければならない夕べから今朝にかけて起こった松沢病院の洋服紛失事件と患者の一人の中毒事件は互いに関係があることかもしくは偶然に起こったことかさすがの獅子打ちもごり夢中にさまよっているようで点で見当がつかないのだったしかし病院の門を出た時に 彼は表門から出たので例の門芸には合わなかったもし脱獄宗の児玉がゆうべここへ来たとしたら何か痕跡がなくてはならない獅子ちの考えたことはこれだった彼は心の内でうなずきながら病院の塀について回り出した彼の目はらんと光って 一層一の乱れたのさえ見逃すまいとした獅子ちの熱心な捜索はやがて報いられた表門と裏門とからほとんど同距離のところの塀の根元の草むらがひどく踏み荒らされているのを発見したのだった彼は兵を見上げたするとやや高いところと低めのところと2段に分かれて 踏みにじられたような草の一辺がべったりとついていた。うん。ここから塀を越えたらしいぞ。塀の元にでもついていたらしい草が、ここにこうしてついているからな。獅子ちは口に出してこうつぶやきながら、なおも辺りを見回した。すると、草を踏みにじった跡が、道の向こう側にもついている。こっちの方からやってきたんだな。 彼は心の中でうなずいて雑草を踏み分けたらしい跡をたどっていったそこはかなり草深い井の原だった道らしいものはないし病院に来るにはちゃんと別に立派な道があるのだからこの辺はめったに人の通るところではなかったそれにこうして草の踏まれた跡が続いているのは確かに何か特別の目的を抱いた者が歩いたに違いなく しかもそれが最近のことであるのは草がまだ倒れたままになっていることでもわかる時計を見るまでもなく頭上に照る太陽の高さからやがて正午近いことが察せられたしかし市中を遠く離れて広々と塀を巡らした病院はシーンと静まり返っていた時々近所を走る電車の音が聞こえるほか何の音も聞こえなかった 今この雑草の生い茂っている腹中には獅子打ち以外に人間はおろか他の生物さえいないように思われたそれでもしかし獅子打ちは人々に見られるのを恐れるように中は這うようにして草を分けていった野原がやがてこんもりとした丘になった丘を越すとそこは小さい谷だった谷に降りると そこはちょっとした林になっていた。ここからは病院の建物も見えなかった。無論他からもここは見えないはずだ。雑木林の中に入った時に獅子ちは探していたものを探し当てたようにぎょっとした。そこには焚き火の跡があった。野宿したのを思わせるような跡もあった。焚き火は付近から枯れ木や枯れ葉を集めて、 半分以上は生木を使い苦心し,して炊いたものらしく、うず高く積もった黒い焼けかすの間には燃え残りの枝などが混じっていた。獅子ちは落ちていた枝を拾って焚き火の跡をほぐし始めた。やがて彼の顔にはみるみる緊張した色が浮かび上がった。彼は焚き火の後から布の切れ端のようなものをほじくり出したのだった。続いて、 半分焦げた洋服のボタンのようなものが出てきたうーん獅子内は我を忘れてうなった焼け残っている布は厚い木綿地で安価な洋服の一片らしく色はややあせているが赤みを帯びていた囚人服獅子内は忙しく手を動かして残りの焼け粕をほじくった と同じような布の切れ端とボタンの焼け残りがまた出てきたもはや疑うことはない最近にここで囚人服のようなものを燃やした者がいるのだそれが夕べの脱獄宗児玉でなくて誰だろう囚人服を脱いだ児玉は何を着たかここまで来ればもはや明白だ 夕べ病院で医院の洋服がなくなったという小玉がそれを盗んだのだ獅子内の頭の中には素早く次のような推理が組み立てられた「い」彼がゆうべ世田谷の原中で出会った怪人物は脱獄宗小玉にそういないこと「ろ」「小玉は夕べのうちに多分徒歩で松沢病院に来て」 まず兵を乗り越えて委員の洋服を盗んだこと。は、彼は洋服を付近の腹中に持ち出して、そこで囚人服を脱ぎ捨て焼却したこと。に、彼はおそらく明け方までこの辺に野宿し、夜が明けるとともに電車に乗ったか、あるいは徒歩で立ち去ったこと。ここまで考えついたときに、ししうちはつぶやいた。 しかし彼は何のために松沢まで来たかもし洋服を盗むのが目的だったらもっと手近に適当なところがあるはずだしてみると彼が洋服を盗んだのはむしろ第二義的な目的で真の目的は他にあるんだ小玉が脱獄するとすぐ松沢病院にやってきた目的は何か獅子ちにはそれが 謎の狂美人つね子に関係していると考えられるのだったつね子は何かしら重大事件の鍵を握っていると言っていたというそれは児玉の殺人事件のことではなかったか「ほう」「う児玉は松沢病院に入院している謎の女つね子に会いに来たのである」とこういう推理は成立するがそれなら 彼つね子に会いに来た目的は何だろうまず考えられることはつね子の口から何か秘密を聞き出そうとすることでそれが彼の利益になるつまり彼が冤罪であることを証明してもらうつもりだったのだろう彼は果たして夜のうちに美人に会ったろうか。肝心の肝人が突如渋滞に陥ったので それを確かめる術はないのだ。ここまで推理の意図をたぐってきた時に獅子ちはギョッとした「へえ恒子は子玉に毒薬を与えられたのではないか」「恒子は病院内にいる人によって毒薬を与えられたとは考えられないからもし毒薬を与えたものがあるとすれば彼女を午前中に訪問したという女か」 夜のうちに彼女に会ったかと考えられる「こだまのうち」でなければならない。ともしこだまがつね子に毒薬を与えたとしたらそれは何か不利な秘密を彼女に握られているものと見なければならない獅子ちはポケットから手帳を出して「い」から「と」までの時効を書きつけ始めたやがて彼はすっかり書き終わって なおも彼の考える時の癖で無性に耳たぶを引っ張りながら手帳をにらみつけていると頭の上の方で思いがけない声がしたおい君そんなところで何をしているんだ獅子打ちはびっくりして素早く手帳をポケットにねじ込んで声のした方を仰ぎ向くと丘の上に例の太った門芸が立っていてうろんそうに見下ろしているのだった。 ちょいと急速だって冗談言っちゃいけないぐずぐずしていると降りてきそうなので獅子打ちは急いで雑草のぼうぼうと生えたスロープを駆け上がったあなたこそ何だってこんなところへ来たんです俺は守衛だからな洋服が紛失したり 入院患者に突然妙なことが起こったりしたときに病院の内外を調べて歩くに不思議はないはずだ。君は俺の紹介で医院に会って病室へ案内してもらいながら、帰りに俺に一言の断りもなしに出て行くのはけしからんじゃないか。 どうもすみませんでしたあなたの姿が見えなかったものですからそれもまっすぐ帰るならいいさ病院の周りをうろうろしてこんなところで手帳を広げたりしてどうもけしからん門外はいかにも怪しいというふうに獅子打ちを見下ろして弁解などは 容易にに聞き入れそうにないののだった暗号の通信獅子内はようやくのことで門限を言いくるめて電車の乗り場に急いだ彼はそこで駅員に今朝早く乗車した客のことを聞いたがこだまらしいものは駅員の記憶になかった。 あまり乗降客の多いところではないし事に早朝は一層少ないから駅員が覚えていないところを見ると児玉はここから電車に乗らなかったものらしい多分歩いて行ったのだろう電車に乗ってから獅子ちはふともう一度石辺を訪ねる気になったゆうべ偶然石辺の家を訪ねたことが腹中で怪人物に会う原因となり 多分それがこだまらしいところから図らずもいろいろ有力な手がかりをつかむことができたのでなんだか今度の事件が石辺の家に関係があるような気がし始めるのだったこんなことは全然理屈にならず探偵や新聞記者はこれを第六巻と呼んでいる獅子内ちの第六巻が当たるか当たらないかは次を読んでもらえればわかる 彼は高井戸で乗りかえて世田谷に向かった。電車を降りて夕べの原中に行きかかった時獅子ちは夜と昼とでこんなにまで違いのあるものかと痛切に感じた夕べはまるで際限のない広い野原に縦横に迷路が走っているように思えたのが今見るとそれは大して広くもないごく平凡な空き地に過ぎないのだった。 石部は無論留守だった崔くんの糸江がせっせと昼の後片づけをしていたが獅子打ちを見るとびっくりしたようにまあよくおいでくださいましたね石部が電話をかけましたでしょうか奥さんゆべは失礼しました石部くんが電話って何か用があったのでしょうか では、電話はしなかったのですね。いいえ、別に大したことではありませんが、ちょっと石辺が出掛けに、獅子内くんに電話で知らせてみようかなどと申しておりましたから、もしかしたらと思いまして。そうそう、女中さんの失踪事件がありましたね。獅子内は思い出しながら。まだ帰ってこないのですかええ。 帰ってきませんのそして新事実が発見されたものですから糸江は賢治の細訓らしい言葉遣いながらあなたにしてみればつまらないことなんでしょうけれどもお知らせしたらなんて申していましたのですそれはどういうことですかシシは膝ををり出出したた女中がが無断で主下を出たという平凡な事実が 案外重要性を帯びてきそうに思えたのだった糸江は獅子内が乗り気になったのを見てスラスラ話し出した「昨べあなたがお帰りになりましてからタクが昭和日報を見せろ」と言うんですタクはいつも出がけに新聞を持って出て電車の中で読むんですけれども昨日の朝はご承知のとおり女中が急にいなくなったので私が新聞を渡したのですが その中に昭和日報がなかったそうです。配達のソロでよく取りもしない新聞が入っていたり、取っているものが落ちたりしますので、タクは別に不審とも思わずそのまま出かけまして、夜になってから昭和日報を見せろと言い出したわけなんです。おや、新聞はみんな持っていらっしゃったのではありませんかと言いますと、いや、 昭和日報だけは持っていかないという返事なので私はそれじゃあ台所にでもあるのかと探しましたが一向見つかりません座敷や書斎は私が自分で片付けましたが昭和日報なんか見かけませんでしたからじゃあ配達を忘れたんでしょうと申しますとタクは例の君近とわがままでそんなバカなことはない 探してこんな時にじっとしているとますます機嫌が悪くなりますから私は無駄と思いながらもう一度台所に出ましたそして何心なく女中部屋を覗きますとそこには古新聞が無造作に投げ出してあります折り目がくちゃくちゃになっていますので大方古新聞だろうと思いましたが念のために調べてみますと なんとそれがその日の昭和日報だったんですあはあ女中さんはご主人の起きられる前に新聞を読むと見えますねいいえそんなことはございませんもっとも私も寝ているところですから早く起きた女中が新聞を覗き見するかどうかは分かりませんがいつでもきちんと折り目のついた新聞を主人に渡します それが、くちゃくちゃになって女中部屋にあったのですなあ。そうなんです。で、私は、そのくちゃくちゃになった新聞をタクのところへ持って行きますと、タクは勝ち誇ったように、それ見ろと言って新聞を読み始めましたが、間もなく変な顔をして、おいおい、新聞にこんないたずらをしたのはお前かい私はいたずらどころか、 新聞の来ていることさえ知らなかったから、何を言っていらっしゃるの私が新聞にいたずらなんかするものですかどんなことがしてあるのと新聞を覗きますと、タクは開いてあった社会面を指さして、これを見ろ。まあ、どうしたんでしょう私は呆れました。見ると、 社会面の記事のところどころに赤い鉛筆でちょっとした印が打ってあります。この通りなんです。ご覧ください。糸江は机の上から一枚の新聞を取って獅子内の前に広げた。なるほど。赤い点が打ってありますね。待てよ。獅子内は赤い点のついている活字を拾い出したが、 たちちた。ちちまとをえ糸江は「お分かりでございますがさすがに獅子内さんはおはようございますね」「たくなんか10分ぐらい新聞をにらんでおりましたよ」「そうしてあげくにやはりあなたのように顔色を変えましたわ」「赤の印のついた字を拾い出して並べ替えると」「れの」 ことすぐこう、せよとありますねどうも容易ならんことだこれは女中さんに宛てた暗号通信ですねたくもそう申しておりましたこの通信を受け取った女中さんは新聞を元通りに畳むことを忘れて くちゃくちゃのまま女中部屋に放り出して、ご飯の炊きかけもそのままにして飛び出したのですね。そうなんでございますわ。あんな綺麗な顔をしたおとなしい娘が大それた暗号の通信をするなんて。それに暗号文が恐ろしい文句でございましょう。私は思わず震えましたわ。おー。獅子ちは、 無性に耳たぶを引っ張り始めた全く若い娘のすることとしては大胆すぎる暗号通信といい暗号文といい彼女がなんとなく秘密ありげだったという点といい相当根強い犯罪を暗示しているのだ獅子ちは突然頭を上げたきれいな娘だとおっしゃっていましたね年は23でしたか 詳しい人相を言ってくださいませんか。背は普通ですが、痩せた方で、色白の細表で、顎がやや長く、特徴は何と言っても目で、黒目がちのパッチリした利口そうな目です。それに、肌が美しくて、皆まで聞かないうちに、獅子打ちはハッと顔色を変えた。 伊藤が今言った人相は。昨日の朝。松沢病院に。京美人常子を訪ねたという。若い女にそっくりではないか。第三章。恐ろしい歓声。奇怪な老人。 暗号を受け取って出本したという女中こそ、昨日の朝、松沢病院に京美人つめ子を訪ねたという、怪しい女にそっくりではないか。しし打ちの驚き方が激しかったので、糸へは不審そうに、どこかでお会いになりましてい、ええ、そうじゃありません。しし打ちは慌てて打ち消しながら、 ちょっと心当たりがありますので女中さんは確かつ月ほどいたという話でしたねええー、その間に別に訪ねてきたものはありませんかそう伊江はちょっと首をかしげてありませんわ文通はどうでしょう 別に監視していたわけではありませんからでも手紙なんか来る様子もありませんでしたわですから私は何か秘密があってわざと女中なんかして身を隠しているんだと思ったりしたくらいですわ何か変わったことはありませんでしたかそうですね変わったといえば全体が変わっていましたからそうそう ここんな私がふと台所に出るとあれが見られない汚らしいじいさんとこそこそ話をしていましたので私はすぐ奥に引っ込んで後であれは何だいと聞きますと「奥様クズ屋でございますよ」と申しました「そうかい」と言ってその場は過ごしましたが どうもこの界隈にあんな年寄りのクズ屋は見かけないんでちょっと変だと思いましたでその年寄りは一度きりでもう来ませんでしたかええ私の見たのは一度きりでしたどんな人相だか覚えていませんかちらりと見ただけですぐ奥へ引っ込みましたから赤黒い顔に もじゃもじゃと武将ひげを生やしてちょっと猫背のようだったと思いますが確かなところは分かりませんどうもいろいろありがとうございましたもし新事実が発見されましたらすぐ私に知らせてください奥さん案外これは大物になりそうです獅子打ちの言葉を待つまでもなく女中の失踪が 何かしら大きな事件の一断面の現れであることをさっきから察していた糸江は急に身を引き締めて当惑と恐怖の色を多分に表しながらまあどうしましょう何別に奥さんにかかり合いのあることじゃありませんよでも昼間は私一人ですもの大丈夫ですよ 決してこここの家にどうこうってことはありません獅子内は薄気味悪そうにしている糸江をなだめてようやく外に出た時計を見るともう2時過ぎであるひどく空腹を感じてきたのでとりあえず昭和日報社に行こうと足を速めてやがて例の腹に来かかったがふと前方を見た獅子内は「おや?」と立ち止まった。 は前にも述べたとおり一面雑草に覆われてその間をほんの名ばかり細い道がうねうねとついているのだがその道からやや外れて雑草の中を根を分けるようにしてごそごそと探し物でもしているような男がいるのだったそれがなんと灼灯色の顔にもじゃもじゃと武将ひげを生やした年寄りで 木綿の赤じみた汗を着流しにしてちびた草履を履いていたのだ一旦立ち止まった獅子ちはすぐ思い直して何気ない封をしてスタスタと老人のそばに近づいたがその途端に彼はすっくと首を上げたああその目まるで狼のように乱々と人をいるのだったじいさん 何か落としたのかい？獅子打ちは通りすがりにすか？さず声をかけた。おにゃ。何にも落としやしないよ。老人は別に驚いた。様子もなく即座に答えた。じゃあ何をしているんだい？探し物をしているのさ。はてね。何がはてなだ。 落としもしないものを探すというのは変じゃないか何が変なことがあるものかわしは人の落としたものを探しているのじゃあはあ誰かに頼まれたんだねあんにゃちがう獅子ちはこいつ気狂いかと思ったがどうも変だね 何が変だ君たちは落とし物といえばすぐ品だと思うからことが違う。わしの探すのは品物に限らぬ。いろいろの人間が無意識のうちに落としていくものを探すのじゃ。うーん。気狂いかと思った老人が案外理屈っぽい。 ももっとどこか変なところもあるがことを言いだしたのでさすがの獅子打ちもいささかタジタジとなって例のごとくしきりに耳たぶを引っ張りながらそれが何になるんだいじいさん君はそれを聞いて何になる別に何にもならないがわしもそのとおりじゃ 何にもならないことが多いな。何かになることもあるが。今日はどうかねああ、今日は多少獲物があったわい。ゆうべじゃな、この腹を見慣れない男が通った。その男はめずらしい靴を履いておったな。いや、 靴と言えるかどうかわからんよほどのぼろぐつじゃなみなまで聞かないうちにししうちは顔色を変えたしかし相手の老人は一向平気でしゃべり続けた「その男がこの辺りでちょっと立ち止まったな」たぶん道でも聞いたのじゃろうと思う。というのは。 ここにべつのくつとがあってなそれがちょうどむき合っているからじゃ。うんなにもうなるほどのことじゃないわい。それそのくつとをごらんりんかくはどうやらわかるがそこのあとがどうじゃ これでは靴と言えるかどうか疑問なほどボロボロじゃ。この男がこの辺りの地理を知らないことはいかに夜だとはいえこの歩き方はまるで道についてらん。あっちに踏み込みこっちに踏み込みかろうじて道のところに出ている。じゃからわしは。 ここで立ち止まったときに道を聞いたのだと思うのじゃ。のじゃわかいの。わしのを探す落とし物の中にはこんなものがあるのじゃ。なるほど。ようやく平静に帰ったシシウちは、わざと関心したように。じいさんの探し物はわかったが、そんなことが何か役に立つかね。 役に立つかもしれんし役に立たんかもしれん見たところ君は会社員らしいがこんなところで道草を食っていていいのかね早く行って自分の仕事をするがいい獅子打ちは得体の知れない老人にいささかのまれた形だったいつまでも話していてもと思って 老人が早く行けと言ったのを幸いに黙ってスタスタと歩き出した頭の中では老人に対する疑惑が渦を巻いていたが「若いのちょっと待った」と彼はにわに呼び戻されたびっくりして振り返ると老人は浴びせかけるように。 気候はこの辺りではあまり見かけない人物じゃが、ゆうべもここを通ったな。あっ<お>。獅子打ちは一瞬間ためらったが、なまじ隠すよりはと、その通りだ。くつわとというものは、案外正直なものじゃわい。老人は例の狼のような目を経験と光らして、 にやりと気味の悪い笑みを漏らしながら「正直といえば気候も案外正直じゃ」では気候じゃなゆうべこのボロ靴を履いた男にやったのは多分そうだろうボロ靴だったかどうか暗くてよく見えなかったが「ああして気候はどこの誰だ?」

なんのと聞かれては困るがまあ犯罪じゃ犯罪研究家じゃ犯罪研究家といっても犯罪を発明する側と犯罪を批評する側とあるがわしは「おいこれはしまった嫌なやつが来たわい。今日はこれで失敬しよう。 いずれ君に会う時があるじゃろう老人が慌てて話を切ったのは向こうから制服の巡査がやってきたからだった獅子内はもう少し聞きたかったがやむをえず老人と右と左に別かれようとしたと老人は獅子内の耳元に力強い声でささやいた君は。 危険な大事件に巻き込まれかかっている。気をつけなければいかんぞ。ええ。獅子ちが飛び上がっている暇に。老人はさっさと歩いていった。石部検事の受難。 すれれちった巡査にじろじろ見られるような気持ちで、獅子内は急いで腹を突っ切ったが心の中は今までになく打ちひしがれていた後年の彼は無論のこと当時にあってもいつでも自信に満ち満ちていた探偵的なことならどんな人間にも負けないと信じていたまた事実これまで何人にも引けを取ったことはなかったが 今の老人である、獅子内は完全に子供扱いにされたではないか一体あの薄汚いルンペンのような老刃は何者だろう石部の家を失踪した奇怪な女中を訪ねたという老人が彼ではなかろうか日に焼けた灼灯色の顔もじゃもじゃと生えたひげ よれよれの着物に汚い草履どうも女中がくずやだといった老人の人相に似ているではないかたとえそうでないにしてもあの目あの言葉つき人を食ったずうずうしさ年に似合わない鋭い推理んと言ってもただものではないが獅子討ちには一体何者なのか少しも見当がつかないのである 俺の負け獅子内は心の中で叫びながら焦然と帰途に着いた渋谷駅の付近で腹をこしらえて駅前の公衆電話に飛び込むとすぐに昭和日報社を呼び出した「もしもし獅子内です」「編集長をお願いします」あ「ああもしもし編集長ですか僕です」ええ少し手がかりはつかみましたが。 ままだものになりませんそちらは「さっぱりダメだね」緒方編集長のイライラした声が伝わってきた各社ともダメらしい警察の見込みでは高飛びはせず市内に潜伏しているというがねしっかり頼むぜええそこで広告を願いたいのですが勇敢に是非乗せてください 勇敢に少し無理だぜだがまあ何とかしよう。二つあるんですいいですか一つは女中を求む当方、山手完成無人年若く秘密を守るもの旧望み次第ええそうですそれからもう一つは 花山氏に次ぐ夫人の件につき至急面談したし当方絶対危険なしええそうです両方とも生命在社にしておいてくださいもし訪ねてきたらとりあえず下宿へ電話をしてください無論こっちからも連絡はしますへんてこな広告だねこれが事件に関係があるのかい ええ餌なんですうまく食いつくかどうかは分かりませんがではさようならちょっと待ってくれたまえ編集長は慌てて止めた切らないでくれたまえ大丈夫ですはじめに2通話のつもりで申し込んでおきましたからえーっとたった今入ったニュースなんだが君は確か

たった今さもっともすがたのきえたのは1じかんばかりいぜんなんだがぼうしもかいとうもちゃんとあるのにほんにんのすがたがどうしてもみえないんだじゃあちょっとどこかへでかけたんでしょうはじめはだれもそうおもっていたところがきょうはいしべのかかりのじゅうだいなこうはんがあるんだ その時間に帰ってこないんですかああそうなんだその上に石部君の部屋に結婚があってそれがポタポタと庁舎の出口へ続いているんだそそれは変ですね僕すぐ行きますうん友人のことだからいいが そのために肝心の事件をおろそかにしては困るよ編集長こいつは事件に大関係がありますぞ思春地は興奮した声で叫んで受話器をガチャリと置くとダットのように箱の中を飛び出したその途端に彼は戸口に待っていた一人の婦人を嫌というほど突き飛ばしてしまったああ死刑死刑 気が急ぐので、獅子打ちは大きな声で早口に謝ると、目の前に走ってきたタクシーを呼び止めてひらりと飛び乗った。地方裁判所へ。夫人の放客石部君の友人ですか。うん。松井次席検事はにがりきって、 獅子ちの名刺をひねくり回していた友人ということであれば特別に事情を話しますがね新聞記者としては困ります検事局内に起こったことですから誤って伝えられると非常に困るんです当方では石部君は何か特殊の事情があって無断で外出したものと認めているんですがね そここで次席検事のの話したた。とは次のようだった石部は今朝いつもの通り出勤したが同僚や小遣いの見たところではなんとなく沈んで考え込んでいるようだった獅子内には「石部は多分女中の奇怪な暗号について考えていたのだろう」と察せられた午前中には格別変わったこともなく昼飯時にただ一人部屋に残っていた。 戸外に出たた同僚の一人が誘いかけたけれども、彼は応じなかったそうである。それが彼を見かけた最後で同僚たちが1人2人部屋に帰り始めた頃には彼の姿はもうそこにはなかったけれども机の上には書類が出しっぱなしになっていたし帽子も街灯もそのままだったので近くにいる者として誰も疑わなかった。 騒ぎになったのはそれから1時間ばかりして石部検事の係の法廷が開かれるので定々が迎えに来た時から始まった心当たりのところを探しても彼の姿が見えないばかりでなく定々によって部屋の一宮に手のひら台の血だまりがあることが発見せられそこから血痕が転々として庁舎の裏口にまで続いて。 そこで消えうせていることが続いて発見せられたのだった事件というのはそれっきりです無論石部君が庁舎の外に出たのを見かけたものは一人もありません庁舎の中で格闘が行われたとか悲鳴が上がったとかいう痕跡もありません血液については果たして陳血か否かもし人間なら 石部君の血液型に相当するか否か目下試験中です次席検事は論告でもするような口調で話を結んだ獅子ちは話の済むのを待ちかねたように石部君の失踪する以前に誰か訪ねてきたものはなかったでしょうか誰も見かけたものはありません今のところ放脚はなかったと信ぜられています 現場を見せていただけませんでしょうか。現場それはお断りします。自責検事の厳然たる調子には、ちょっと取り付く島がなかった。ししうちは話題を変えた。ルスタクへお知らせになりましたか。もうとっくに使いのついた自分です。まさか家に帰っているようなことはないと思いますが、 もし留守宅に何か通知でもあればすぐ知らせるように言ってありますが今に何とも言ってきませんからその方もダメでしょうこれが民間の会社か何かだともっと話し込んでどうにかものにするのだが相手が検事局ではさすがの獅子ちも早々に尻尾を巻いて引き下がるより仕方がなかった獅子ちは昨日から今日にかけて一昼夜もたたない間に 3年もし年を取ったた。ような気がしたどうしてこう行くさきざきに怪事件が起こるのだろうかそれもどの事件も目に見えない怪奇な要軸を中心にぐるぐると回転しているように思えるのだ石部の留守宅へ行って崔君を慰めようかと思ったが獅子ちは「つい宣告大丈夫ですよ」と言った手前ちょっと気が進まなかった。 とりあえず編集長に報告だけしておこう獅子内はうち幸町にある喫茶店に入った店内にはもう赤々と伝統がついていた彼はすぐ緒方を呼び出した申し訳ありませんが新しい事実は何一つ得られませんでしたそうだろう緒方は当然だというような声で 相手が検事局じゃねえ。まあそのほうはあっちの記者にまがしとくがいいなところでとさっききみのアパートメントからでんわがかかってねぜひきみにあいたいというきゃくがまっているということだったきゃくがああお女だっていうぜ<女>うんああ 若い美しい女だと言うぜ会ってくるのはいいが事件を忘れちゃダメだぜはッはッははそんなバカな獅子ちは慌てて言おうとしたが緒方は豪傑笑いを残して電話を切ってしまった女誰だろう若い美しい 石の細だろうか。それなら平凡だがもしかすると失踪した女中いや彼女が訪ねてくるはずはないとすると獅子内にはちょっと心当たりがなかったが彼には若い女性の訪問を受けるということはちょっと胸の躍ることだった元来彼は騎士を持って認じている女性崇拝者だったから 彼はタクシーをアパーをパトへ飛ばした。が彼は少なからず失望を感じた彼の待っている女性などは加減を見せないで鉄筋コンクリート造りの建物は牢獄のようにジメジメしていたおい君刺しゅうちはようやく門番を見つけて呼びかけた僕のところに客があったというじゃないかええありましたよ 門番はにやにやしながらぜひ会いたいと言うからシャーへ電話をかけましたがね「でどうしたい帰っちゃったかいええシャにもいらっしゃらないと言うと「ではお帰りになったら石部さんへ行ったと伝えてください」って「石部。ええたしかそうでした」やっぱりあの女中だったのか。 しかし全然未知の女中が通してと考えながら獅子ちはああそうだったかどうもお世話さまそこで彼は部屋に引き返して別段異常のないのを確かめた末再び外に出た留守宅の惨劇 とはもうとっぷり暮れていた。獅子内の頭は名じすべからざる混乱に陥っていた昨日から今日にかけて数えきれないほど怪奇な事件が相次いで起こりそのうちどの一つだって彼には解くことのできない謎なのだ名敏を誇った彼の頭もまるで幼児のように無力なのだ彼の足はとにかく世田谷の石部の家に向いた。 そこには友人のサイ君が夫の安否を気遣いながら恐怖におののいているのだそこは機械極まる事件の発端をなしたところだし獅子打ちの留守を訪ねた怪しい女がいるかもしれないのだ例の野原を感慨深く横切って石辺の家に来てみると雨戸はもちろん玄関まで固く閉ざされてまるで人気がないようだった「はってんな 一人では寂しいので家を閉めてどこかへ泊まりに行ったかなと思ったが念のため声をかけたり戸をたたいたりしてみたが何の返事もなかった問題の女はどうしたろう彼女もこういうふうに家が閉まっていたので帰ってしまったに違いない獅子ちはいささか力を落としながら引き返そうとしたがその時に彼の目がふと裏口の方に落ちた お獅子ちはそこになんとなくただならない様子を感じたのだったすぐに裏口に歩み寄って木戸に手をかけると難なく開いたそこはちょっとした空き地になっていたがなんと台所の入り口の戸が1枚だけぱっくりと黒い口を開けているのが嫁にはっきり認められたのだ変だぞ 台所口の開いたところから中をのぞくと向こうの茶の間まで見通せるのだが無論真っ暗ながら何か黒いものが横たわっているようである獅子ちは靴を脱ぐのももどかしく駆け込むなり手探りで電灯のスイッチをひねろうとしたが彼は何者かにつまずいて前にのめろうとしたようやく立ち直って電灯を探り当ててスイッチをひねるとはっ さすが獅子打ちも我知らず23歩飛びのいたそこには派手な模様の金舎の着物を着た若い女が長々と横たわっていたのだ糸江いいな糸江とはににもつかない女で、土色の顔には荷物の表情を表し目をカッと見開いて両手を奇妙にくねらしながら拳を固く握りしめ 乱れた裾からは黄色の下着にもつれて青白いすねが白蛇のようにうねって見えたああそうしてなんとふっくり盛り上がった胸は一面に血で染まっているのだ獅子 <laughs> ちは悪魔に襲われたようにうめきながら額の汗をぬぐった彼女は何者 ししうちを訪た,たという女か。彼女は言葉の通り石辺の家に来て糸江から留守でも頼まれて一人でいるうちに何者かによって惨殺されたのか獅子内は半ば夢心地で鏡ながら女の死に顔をじっと覗き込んだと彼は突然靴音を聞いた驚いて立ち上がると その時にはもう制服の警官が台所の入り口からぬっと顔を出していた君は誰か僕はここの石部君の友人ですそこに寝ているのは誰か知りません寝てるんじゃありません死んでいるんです何巡査は 靴のまま台所の板の間に飛び上がったおお君は昼間もこの辺りをうろうろしていた男だな見ると昼間獅子ちが例の奇怪な老人と腹中で話し合っていた時に向こうからやってきた警官だった彼はこの界わいの受け持ちと見えたうろうろなんかしていませんぜ 昼間もここの家を訪ねたんですよ。何昼間ここへ来た？いよいよ怪しいぞという。ふうに巡査は目を光らしたが。その女は一体どうしたんだ。おや血だ。血が流れている。これは大変だ。そうです。殺されたらしいです。 殺されたらしい。嫌に落ち着いているな、君は。そんなことでごまかそうとしてもダメだぞ。逃げようったって逃がさんぞ。誰も逃げやしない。僕は昭和日報の獅子打ちというものだ。怪しいものじゃない。怪しいものじゃない。冗談を言うな。 ルスタクへ忍び込んで女の死体の前に立っていて怪しくなくってどうする手を見ろ貴様の手や足は血だらけじゃないかそう言われて気がつくとさっき死体につまずいた時についたと見えて足に血がべっとりとついていた手にもいつの間にか血がついていたそれ見ろ 巡査は得意になって補助を取り出した動くなラブレター。全ては獅子打ちに不利だった彼はまず生きり立つ警官をなだめて補助を免れ付近の人の助力を仰いで所轄警察署へ急放してもらったまではよかったが 駆けけつけてきた世田谷署の署長がひどく頑固な男だったなんだ石部検事の友人じゃたとえ友人でもなぜ無断で家に入ったそうしたら女が殺されていたってバカなそんなことは認めんさあこの女は誰だか言え昭和日報がどうした新聞記者だろうが何だろうが そんなことはは問題ではない。と、獅し子しちの弁解など頭から認めないで無理やりに警察署に連行したそのうちに警視庁から捜査課長の一行がやってきて続いて裁判所から係官が来たがその中には松井検事の顔が見えた最初に獅し子しちを発見した警官はシャをホばって松井検事に報告した 石部賢治殿の奥さんが午後4時ごろ家を閉めて親戚のところへ行かれたのであります。それにつきまして私は留守宅を気をつけるよう依頼されましたので最近に石部賢治殿の家には奇怪なことが起こったそうでありますしことに本日は賢治殿が行方不明になられたということでありますから私は一層気をつけなければならないと存じ再三留守宅を見回ったのであります。 午後5時と6時7時と約1時間おきに見回ったのであります5時の時も6時の時も何ら異常はありませんでしたが7時の時に裏木戸が開いておりましたので直ちに中に入りますとこの男が家の中にいて残殺された死体のそばにしゃがんでいたのでありますこれに対して獅子ちは すでに読者諸君の知っておられる通りのことを述べたのだが彼の言葉は容易に信ぜられなかった捜査課長の命によって一帯の警官隊は獅子打ちのアパートの一室に向かったがそこで意外にも獅子打ちにとっては全く致命的なものが発見されたのだったアパートの机の上に薄桃色の封筒が置かれそれには なめかしい女文字で「獅子内様」と表書きがしてあったこれは多分獅子内を留守のうちに訪ねたという夫人が置いていったものだろうが獅子内はちょっと部屋をのぞいてみたのだが一向気がつかなかったどうかすると獅子内が出てしまってから誰かがそっと持ってきたのかもしれない獅子内は この事件があってから部屋の縛りを特別に厳重にし後にはん抜きまで下ろしたがそれも姿なき怪盗事件では役に立たなかったが当時はさほど用心もしていなかったので簡単な合鍵で誰でも部屋に忍び込めないことはなかったのだったさて桃色の封筒は松井賢治の面前で獅子打ちの手によって開かれたが。 それは次のようなことが書かれていた「お懐かしい俊二様あなたの花山ね子よりお手紙うれしくうれしく拝見いたしましたあたしの小さな胸は読み終わってからもただただ怪しくおののくばかりでございましたあああの時の楽しさ そうして恐ろしてそろさ。そうです、今こそあたしにはっきりわかりましたわ。あたしはあなたを愛しているのです。でもあのとき、ああ、あたしは勇気がなかったのですわ。そうして今でもあたしはまだ勇気に欠けていますの。 とあるみあああたしはあなたを恋い焦がれているのです愛しつづけているのですでもあたしはなんというふがいないことでしょうけれども俊司様どうぞつね子を許してくださいお憎しみにならないでくださいねつね子は どんな夜でも心の内にじっと俊二さまを抱きしめて眠っているんですもの。ね無理を言わないでいつまでもね。ねいいでしょう読み終わった獅子打ちは思わず顔を赤くしたが松井検事の声は冷ややかだった。君 これはどういうい女だね。全然知りません誰かいたずらをしたのだと思います思春ちはこう言うより仕方がなかったその時に捜査課長の手から一枚の新聞が検事に渡されたこれを読んでみたまえ検事の示したところは昭和日報夕刊の最終版の特別広告欄だった 花山氏に次ぐ。婦人の件につき至急面談したし当方絶対に危険なし生命在車あっ獅子内はみるみる顔色を青ざめてきっと唇を噛んだああはめられたのだこの広告は獅子内がいつもやる伝で,んで もしかしたら松沢病院の競技人の関係者でも探せるかととっさの間に電話で編集長に頼んだのだが早くも何者かが利用したのだまず花山という名でいやらしい炎症を獅子打ちに送って彼がさも裕夫の妻に化粧しているように思わせついでに石部の家におびき寄せて巧みに殺人の罪に落とそうとしたのだ これは、君の出した広告だそうだが、松井賢治はますます冷ややかに言った。これでも君は、花山を知らないというのかね。花山という女は知らないことはありませんが、こんな手紙を書く女ではありません。では、どんな女かね。気るい女です。 どこにいるのか。「松沢病院に」と言いかけたが獅子ちは病院の委員がくれぐれも秘密にしてくれと言ったことを思い出したのと彼自身も秘密にしたかったので「いるところは知っていますが申し上げられません」「この事件には関係のないことですから」「君はその女のためにこの広告を出したというのだね」 そうです。獅子内は半ば覚悟を決めた状況証拠は全て不利だしこの上は賢治が彼の言うことを信じてくれるか信じないかで運命が決まるのである石部検事さえ健在ならば必ず彼のために弁解してくれるであろうがその石部は今は生死さえ不明だ考えてみると 獅子ししちを死の完成に突き落とすためにまずは石辺を誘拐してしまったのかもしれないのだ松井賢治はもはや多くを言わなかった彼はすっくと立ち上がったかと思うと檻の中の野獣のように部屋の中を歩き回り始めた「獅子ししちがかわいそうだ」 松井賢治の部屋の中を往復する度数が次第に激しくなったそれと反対に獅子内は次第に落ち着いてきたあまりに矢継ぎ早に起こった意外なトリックに獅子内はやや狼狽気味だったが今や彼ははっきりと彼の危険な位置を悟った敵のトリックはあまりに鮮やかだった そのためにし,し,うちはしかし彼はどうかしてこの危険を脱しなければならないのだ彼は脱獄宗児玉の行方を探し出し奇怪な恐怖陣や失踪した女中の身元をいや今は何よりも前に石部賢治を取り戻さなければならない 石辺の家に女をおびき寄せて刺し殺しその罪を巧みに獅子ちにかぶせようとした圧巻の仮面を剥がさなくてはならないそれらのことは獅子ちでなくてはできないのだもしこのまま拘禁されてしまうようなことがあっては一大事なのだ最後の5分間だ畜生獅子ちの白い額からは た。なんとかしてこの場を逃れる方法はないか獅子ちは必死に考えを巡らしたと突然検事の足が止まった松井検事はついに決心したのだった「君を強制処分する」と検事が口を開くのと同時に いやそれより一瞬早く獅子内が叫んだケンジもう一度さっきの手紙を見せてください松井ケンは黙って手紙を示したケンジ獅子内は文字通り賢明であるこの手紙を見てください俊治様と書いてありますこれは僕の名です どこにも獅子打ちとは書いてありません。しかるにです。女の方は花山つね子と書いてあります。変じゃありませんかなぜつね子よりと書か,かないのですかこの種の手紙には、女は往々なさえも明記しないものです。この女は文面で見ると、裕福の婦人ではありませんかそれが。 なぜこんなに大胆に生命を書くのでしょうか必要がない全く必要がないいやむしろ危険千万です仮に私と彼女の間がこの文面にある通りでしたらななんか少しも必要がありません私は封筒を見ただけでも彼女から来たことを知るでしょうしかるに 彼女が各生命を明記したのは何のためでしょうかそれは彼女が花山であることを第三者に知らせる目的に他ならないのです彼女は私がこの広告を出したことを知ったのです広告を知ってからこの手紙を書いたのです何のためそれは無論私を陥れるためですケンジ 私の言うことを信じてくださいん。おう検事はしばらく黙っていたがダメだこの手紙は夕刊の最終版の発行される前に書かれたものだ陰気の乾き具合と発見された時刻がそれを証明しているじゃあ盗み聞かれたのです私はその広告を電話で編集長に依頼しました その時に盗み聞かれたのです。電話で依頼したそれに相違いないかね。編集長が証言してくれます。いつどこの電話で渋谷駅前の公衆電話、今日午後2時過ぎです。うん。ケンジはまたしばらく考えて。君の言うところに一理はある。 獅子内はほっとした感謝しますケン感謝される覚えはないし感謝されるとしても早すぎる君は広告に現れた花山を説明しなければならんそれはできませんじゃあ問題は逆戻りだでもまさか強制処分はしないでしょうね分からん 僕は誓って真犯人を捕まえます。自由にしてください。どういう方法で。それは言えませんけれども、誓います。誓って。それはダメだ。ダメですか。獅子ちはふっつり黙り込んだ。松井賢治も黙り込んだ。獅子ちには無論のこと。 検事ののののかににももいいがががあっっパラパラった。た。たわしてるだ。とをつ獅子内は窓越しの真っ暗な闇に時々さっと銀の糸のように光る雨足を眺めながら検事の拘束から逃れる方法を必死に考えていた。 と、彼の耳元で別な会話が聞こえた所長と刑事の話らしいああそれでどうした怪しいと思いましたからすぐに追いかけたのですが老人に似合わない恐ろしいすばしこいやつで取り逃がしたかええどんな風亭のやつだ 島目もわからないヨレヨレの着物を着た薄汚いおやじでした獅子ちは次第に夢から呼び覚まされたように会話に聞き耳を立て始めたそれからどうしたしかたがありませんから引き返してきますと驚きましたいつの間にか老人がちゃんと現場付近にいるんですおかしいな。 につままれたかと思いましたところが私の思い違いでちょっと見ると同じようですがそれが別人なんですやはり薄汚い生き物を着てもじゃもじゃひげを生やした老人ですがすると何だね現場付近に変な老人がウロウロしているから追加したら逃げ出したので早速追いかけたところ見失ってしまった そこで現場に引き返すとまた別な老人がいたんだねそうなんですこれが若い男がいたとでも言うのなら大して不思議はありませんがどっちもルンペンみたいな老人ですからちょっと変な気持ちがしました別人に違いあるまいな違いありません体つきも風景も違いますし第一 時間的に言って、同一人じゃありません。うん。息を切らしていたというようなことはなかったか。息を切らしているどころじゃありません。嫌に落ち着きはらって人を食った親父です。私がとがめようとする以前に、向こうから、わしは今の年寄りとは違うぞ、間違えんようにしてくれと、こうなんです。 変なやつだな連れてきたかむろんつれてくるつもりでそっとそばによりますとやつはぐっとみをひいて「わしはきこうのじゆうにならんぞそのかわりいいことをおしえてやる」このいえでころされていたおんなはたぶん3年んいぜんにしろかわ男爵のいえにじょちゅうをしていたおんなじゃ。 かえって調べてみるが、いいとこういうのです。何白河男爵。ええ、私もちょっと度肝を抜かれていますと。とやつは早く署に帰ってそう言え。獅子打ちがかわいそうだと。まるで命令するように言うんです。 第四章女優の娘鉄の小箱隣室から漏れる声は現場付近をうろついていた回老人が獅子内がかわいそうだと言ったという刑事の報告である獅子内はハッと思いながら耳をすました何 獅子打ちがかわいそうだって所長の声はなじるように響いたが彼はむしろその以前に回老人が言ったという被害者の若い女が元白川男爵亭の女中だったという言葉により多く驚いたらしいその証拠には彼はすぐに調子を変えて続けたのだったおお一体その老人は何者なのか いずれにしても、被害者の身元のことは至急確かめなくてはならん。それっきり隣室はひっそりしてしまって、もはや何事も獅子打ちの耳には聞こえなかったが。まもなく署長が現れて検事にひそひそと耳打ちをし、その結果検事の態度にやや変化をきたし、尋問は打ち切られて、獅子打ちはそのまま部屋に留め置かれた。外では。 雨が次第に激しくなってきた生涯は真っ暗で何一つ見えなかったがバラバラとガラスを打つ音でそれが察せられるのだった獅子打ちの息遣いは苦しそうだった頭の中に渦巻く幾多の疑惑は脳髄をかき乱し疲労させて心臓の鼓動をも肺臓の呼吸をも止めてしまうかのようだった 刑事ののの話したた老老人人といううは、獅子打ちが腹中であったあっだろうか。彼はどういう理由で獅子打ちの気球を救おうとしたのかまたどうして被害者の身元を知ったのか被害者は果たして白川男爵の女中か彼女は何故にまた何者によって惨殺されたのか彼女は何故に また何者によって惨殺されたのか恐ろしい罪を獅子内に負わせようとした人間はどこの何者か考えても考えても獅子内の頭は混乱するばかりだったしまいには彼はもう考える気力がなくなって呆然としていたと部屋の扉が開いて 一旦立ち去った松井賢治が姿を現した彼は謎のような表情でじっと獅子打ちを眺めながら「君を自由にする」「君はさっき誓ったように真犯人を見つけたまえ」では獅子打ちは多少は予期していたことだったがそれでも驚いて賢治の顔を見上げながら 被害者はやはり白川男爵の女中だったのですかそれは説明の限りではないだが君に対する疑惑はいくぶん薄れた任意に引き取りたまえ獅子ちは首を垂れながら世田谷署の門を出た彼は雨をついて有楽橋の近くの昭和日報にタクシーを飛ばした9時を過ぎていた しかし重なる怪事件の突発に社会部は緊張しきっていてほとんど全員詰め切り編集長の緒方もまだ退社していなかった彼は騒然としている獅子内の姿を見上げながら「どうしたんだいひどく元気がないじゃないか。どこに行ってたんだいちょっと用があって方々を訪ねていたんだが」ししうちは、 石部県自宅の出来事を簡単に話した編集長はびっくりして目を丸くしたそれは大変なことがあったんだね早速その方に人を回さなくてはだが君はよく帰ってこられたねまったく一時は絶望だと思いましたよ実に巧みに企んだものです 君ほどのものをそれだけ苦しめるとは実に容易ならん相手だよ。今度の事件は尋常一様のものじゃないね。我々の想像を許さないような奥深いものに違いない。僕もそう思います。僕に用だったというのは例の広告ね。あれを見て。 ぜひ君に会いたいという女が訪ねてきたんだ。女？うん。僕は会わなかったが、顔の反面にあざのある三十前後の女だったそうだ。どっちの広告でしたか？花山氏にぐという方だ。なんでもぜひこの広告の主に会いたいと言ってしばらく待っていたが。 君の行方がどうしてもわからないのでそう言わせると落胆して帰っていったよ。名を言いませんでしたか名もところも言わないのだ。じゃあまた来るというんですねところがもう一度来られるかどうかわからないというのだ。じゃあ。 ししうちが落胆したように言うのを編集長は抑さえて「その代わり君に見せてくれ」と言って置いていったものがあるよ小さな箱に入っているのだが書類らしいよどこにあるんですか僕が預かっているこれだ編集長は机の引き出しを開いてどこかのデパートのものらしい包み紙で包んで 紐を十字にかけた四角いものを取り出した。獅子打ちは受け取るや否や。紐を解いて包みを開いたが、中から子供の貯金箱のような黒塗りの鉄製の小箱が出てきた。ちょっと蓋に手をかけてみたが、びくともしない。情が降りてるんですね。おおどうもそのようだ。 ついさっきちょっと包み紙を開けたのだが、しかし、鍵穴らしいものはありませんね。あはあ、秘密箱になってるんだな。そうらしいね。蓋らしいものがあるけれども、それはごまかしかもしれない。どこか他のところが開くのじゃないかね。ゆっくり研究すれば、どうにか開けられましょう。 開けられなければ、ぶち壊しても大したことはないでしょう。僕に見せてくれと言って置いていったんですね。そうだ。無論、中身のことでしょうね。そうだと思うな。残念だったなあ。会えなかったのは。獅子ちは独り言のように呟いて、箱を元通りに包みながら、 編集長僕に3年以前の白川邸の殺人事件のことを詳しく話してくれませんか僕も全然知らないというわけではないんですが当時僕は大学を出たばかりでしかも失業していたところですからそう正確に記憶していないんです僕も忘れかかっていたんだが児玉の脱獄事件が起こったので このごろ記録を調べたり担任の記者の話を聞いたりして記憶を新たにしたよよろしい詳しく話してあげよう「男爵亭の殺人」についてはすでにこの物語の第一章において筆者は説明しておいたはずであるが。 その時は児玉の脱獄について述べるのが主であったので殺人事件の方はやや簡略に過ぎた嫌いがあった筆者は改めて緒方編集長の口を借りて一層詳しく説明したいと思う白川男爵殺人事件はすでに述べたとおり機械極まるもので死んずべき老出寺の言葉によると彼はその夜遅くまで彼の部屋で起きていたが 誰かが階段を上がって主人の書斎に行くような気配がしたので怪しみながら部屋を出て階段のところまで来ると途端に会場でピストルの音がしたので2階に駆け上がって音のした主人の書斎に駆け込むと主人は床の上に倒れ見慣れない男すなわち児玉時生がピストルを握ってそのそばに立っていたので。 彼は大急ぎで窓を開けて往来に向かって「人殺し!」と叫んで助けを求めたのだった一方児玉の言うところはある理由で彼はその理由を絶対に口外しなかった白川邸に忍び込んだが真っ暗な2階の書斎に入ると不意に耳元でピストルの音がしたのであっと立ちすくんでいると 急に部屋が明るくなった。ふと見ると足元にピストルが落ちていたので、なんということなしにそれを拾い上げていると、老羊が飛び込んできて窓を開けて人殺しと叫んだ。何がなんだかわけがわからないで茫然としているところへ、駆けつけてきた刑事がいきなり補償をかけたというのだった。 小玉の弁明する真剣な態度や兵素の人格は彼の言うところが必ずしもでたらめでないと思わせたが彼が白川邸に忍び込んだ理由をがんとして言わないのと現にピストルを握っていた現場を抑えられた状況とがついに彼を無罪にしなかった当や裏木戸が空いていた点と敏感な番犬が少しも吠えなかった点から邸内に 誰か小玉を引き入れたものがあるに違いないという当局の見込みでかなり厳重に調べられたがその方面はついに効果が上がらなかったということは筆者のすでに述べたところであるが我が獅子内も最近に起こった怪事件に鑑みてこの点に大きな疑問を抱いたのだったうや白川邸にはどういう人たちがいたのですかししうちは、 一通り説明を終わった編集長に質問を始めたのだった男爵夫人老執事女中が3人その他にばあやが1人としょが1人いたのだが事件当夜はそれぞれ親元に帰っていて不在だったその3人の女中というのは名が分かっていますか分かっている 編集長は機上の書類入れから23枚の紙を閉じ合わしたのを取り出して広げながら亀山亜紀、木下信子菅井秀の3人だ獅子打ちはノートを出して名前を書き取りながら年齢要望はそいつは詳しくはわからんしかし大体いい20前後の若い女だったと思う。 要望については一体に殺された白川男爵は色好みで若いきれいな女中しか置かなかったからどれも相当のものだと考えられるねその3人の現在の居所は分かりませんか分かっていないしかし必要なら調査させればわかると思うよさあそう簡単にいきますかしら 仮に、白川男爵の殺人犯人が小玉時代でないとすると、真犯人は、実に恐ろしい奴ですからな。彼はその後も巧みに証拠隠滅をやっていますよ。例えば、白川邸を買い取って取り壊してしまったことなども、抜け目のない犯人の仕業じゃないかと思われます。さっきお話しした石部君の留守宅の殺人も、 もし被害者が白川邸にいた女中の一人だとするとやはり犯人の恐るべき証拠隠滅策の一つじゃないでしょうかねそうかもしれんしかし復讐とは考えられんかね女中の一人が子玉を邸内に引き入れながら後に裏切ったので 小玉は脱獄するとともに復讐をしたのではないかね当時小玉に内通したものがあったらしい事実はあったのだからねそういう考え方もありえますがね小玉が復讐を加えたのならわざわざ偽手紙をこしらえて僕を陥れる必要もなくまたそれだけの余裕もあるまいと思います僕は 小玉を丁内に引き入れたものがあったらしいという点にかなり重きを置きますが、当時ついに判明しなかったのですね。警察では随分調べたのだが、うやむやになったらしいね。男爵夫人や老羊はどうなんですかこの二人は真が置けると思うね。現にいるところもわかっているし、ことに夫人は、 男爵の殺された時刻には寝室でぐっすり寝ていたんだから執事の方は多少あやふやなところがあるが実際殺人という大事件にぶつかったのだから少しくらい取り乱すのは仕方があるまいすると問題になるのはどうしても三人の女中ですね石部君の留守宅の被害者が 獅子内がこう言いかけた時に編集長の卓上の電話が激しくなりだした編集長は受話器を取り上げてしばらく聞き入っていたがやがて受話器を置いて獅子内の方に振り向いた「世田谷の田んぼう院から報告があったよ殺されていた女はやはり元白川邸の女中で名は木下信子だ」 そうですか。獅子ちは遠くの方を見るような目つきでじっと考えながら。いよいよ白川邸の女中に決まったとすると、僕は松沢病院の花山つね子も、やはり白川邸の女中の一人か、少なくともその関係者だと思いますよ。花山つね子とは何だいああ。 まだ話をしていませんでしたね。そこで獅子内は松沢病院における出来事を詳しく話した。編集長は目を丸くしながら。おー、それは奇妙な話だな。あは君の花山氏に次ぐという広告はそのことに関係しているんだな。そうです。とにかく、 小玉は脱獄するとまっしぐらに松沢病院に向かっているんですから松沢病院といっても広いし大勢の人間がいるんですからどこに目的があったのか断言はできませんけれど3年越しに入院している奇怪な競技人が小玉の訪問目的にピタリと来るんじゃありませんか無論だ 小玉の目的がその恐怖人にあったことは断定してもいいなところがここにもう一人奇怪な女性がいて小玉が脱獄を企てるのと前後して暗号の通信を受け取って小玉に先んじて松沢病院に行き恐怖人に毒物を与えたらしい事実があるんです獅子内はここで詳しく 石部の家の女中の失踪について話した編集長はますます驚きながらなるほどそれが君の第二の広告の目的だったんだなその女中というのも確かに事件に関係があるね気の毒なことだが石部検事は事件の巻き添えを食ったのだね石部検事は。 何事か秘密を嗅ぎつけたのだろう。それで、犯人のために。編集長はここまで言いかけて、急にぎょっとしたように口をつぐんだ。獅子打ちは編集長の意のあるところを察して、その後を引き取って。多分、監禁されているんでしょう。まさか殺されてはいますまい。しかし、 白中検事局から検事を連れ出して監禁するなんて我が国の犯罪史に未だかつてない大事件ですよ君の説明で白川男爵の殺害は単なる地上や怨恨ではなく背後に大きい秘密のあることがはっきり分かったですから当時のことができるだけ詳しく知りたいのです何かもっとありませんか 僕も直接関係したわけじゃないから、もう話をするようなことはないな。犯行の時刻は夜中の12時10分ぐらい前だというが、これは大した問題ではあるまい。小玉が白川邸に忍び込んだ理由はわかりませんか本人が言わないのだからな。 僕の考えは誰かに頼まれたんだと思う頼まれた人の名が出せないので口を開かないんだよどうもそう思える頼んだものはそれはわからないどうや屋敷内に居合わせたものはさっき言われたほかにいなかったんでしょうね警察の調べではそうなっている あるいは匠に丁内を忍び出たものがあったかもしれんが、それはわからないからな。小玉が書斎に入った時は、部屋は真っ暗だったんですね。小玉はそう言っている。人の気配を感じなかったのでしょうか。そんなことを考えている暇はなかったらしい。部屋に入るといきなりピストルが鳴ったのだから。 そんな真っ暗な中をしかも勝手も知らない家でよく書斎に入れたものですねだから誰かが連れ込んだのだろうという疑いが生じるのさそうすると児玉は真犯人を知っていてかばっているのかな僕もそうかと思ったことがあったが児玉の陳述を聞くとそうではないらしい。 彼は真犯人をかばっているというふうではなかったよ。編集長はこだまをどう思いますか真犯人だと思いますかそれとも、僕は初めは迷っていたよ。しかし、裁判の結果有罪になったのだから、まあ真犯人だと思っていた。が、君の今の話でまた考えが変わったよ。 どうも真犯人ではないらしいと思うようになったじゃあ真犯人はそう聞かれるとまるで見当がつかないと返事するよりほかはない君の考えは今のところ編集長と全く同じですしかし君は僕より余計に事件を知っているから 何か思い当たるところがありそうだがところが事件に首を突っ込めば突っ込むほど分からなくなりますよそれももっともだね事件というのが今までにない大がかりな複雑したものだから君の手腕をもってしても一人では無理だよ早速誰か君の方に回そう誰でもいい 君の好きなものに火星を頼みたもえ。編集長。獅子内はきっとなって叫んだ。そのおぼしめしはありがたいんですが、この事件はぜひ僕一人にやらしてください。どんな難問にぶつかってもきっとやり遂げてみせますから。君にそれだけの意気込みがあるなら、 編集長は頼もしそうに獅し,し打ちを見上げて。君の勝手にするがいい。しかし、あまり無理はしない方がいいぜ。大丈夫です、編集長。僕の方でやることがあったら遠慮なく言いたまえ。差し当たり、白川邸の三人の女中。一人は殺されましたから。 残り2人の行方を探していただきたいですねよろしい引き受けたよ。君はこれからどうするまずそのあざのある女を見つけて話を聞きたいと思いますがここまで言って獅子ちはふと思い出してそうですその女が残していったという箱を開けてみましょう 下宿へ帰ってゆっくり研究してみるつもりでしたがここでやってみましょうたかが小箱ですから大した面倒はないでしょう獅子ちはいったん包んだ包み紙を再び開いて小箱を取り出すと両手の間でひねくり回し始めたはってなここのところがずれるとこうなってっとちくしょう なかなか動かないぜ。獅子ちはあちこちを押し試みながら懸命に開けようと焦ったが、箱は容易に開こうとしなかった。じっと眺めていた編集長がもどかしそうに、ハンマーでぶち壊したらどうだと言ったが、それと同時に獅子ちは、閉めたここが動いたぞ 彼はようやく糸口を見つけたのだったひとところ動きだせばそれからそれへと動いて秘密箱も開くものであるとまたもやその途端に卓上の電話が激しくなり始めた受話器を取り上げた編集長は獅子ちに「君だよチェせ,<っ>せっかく端調についたところだったので獅子ちは ししぶしぶ編集長の差し出した受話器を握ったが彼の顔はたちまち緊張した獅子内さんかわしじゃよしわがれた老人のイライラした声だった君は鉄の小箱を受け取りやせんかえ受け取ったろ開けようとしているのではないか ああ、そ、それがどうしたというんだやっぱり開けようとしているんじゃな。そんなら断然やめるんじゃ。いいかな決して箱を開けようとしてはならんぞ。わしは今詳しく話している暇がない。だが、決して開けてはならんぞ。それは、 君の生命に関する問題じゃ。君は誰だわしじゃ。わしじゃよ。わしでわかるじゃろう。いいか。わしの言うことを絶対に守らねばいかんぞ。最後の一句に力を込めて言うと。 相手はぶっつり電話を切ってしまったガチャリと受話器を置いた獅子内は額からタラタラと油汗を流して「うーむ」とうなった招く美人。電話の主はまさしく腹中であった回老人にそういなかった。 彼は一体何者。彼自らは犯罪研究家だと言ったが何とも得体の知れない人間である彼は石辺の家の辺りをうろついて殺されていた女を城川邸の女中と断じてともかくも獅子打ちの危機を救ったしかしまだ敵とも味方とも判明しない怪人物である彼はどうして探り当てたか 獅子内があざのある女からの鉄の小箱を受け取った事実を知って電話で機械な忠告を試みてきたのだ獅子内は迷った彼の言葉を信じていいのか悪いのかわからないのだ世田谷署における獅子内の危機を救ってくれたのは確かに感謝すべきであるがまだ味方と断定するには早い例えば 彼が木下信子殺しの真犯人で、それだからこそ被害者の身元を知っていたのであって獅子内の冤罪の嫌疑を救ったのかもしれぬさらに疑えば獅子内の手で秘密の小箱の開かれるのを恐れてあんな電話をかけてきたのかもしれぬしばらく迷った末獅子内は鉄の小箱を分けるのをひとまず中止した 小箱がこちらの手の中にある以上は一刻を争って開けるほどのことはないのだ海老人の言葉が果たしてどういうことを意味するのか確かめてからにしても差し支えはない獅子ちは電話の内容を編集長に話して小箱を開けることはひとまず中止することを告げた編集長はうなずいてそうしたまえ ににもいわるという忠告だ。その方の真偽を確かめてからでも箱を開くのは遅くないよろしい箱は秘密金庫にしっかり預かっておくよ獅子内は小箱を緒方編集長に預けて日報社を出た雨は幸いに小闇になっていたが差し当たりどこに行って何をするというあてもなかった 彼はなすべきことを山ほど持っていた。脱獄宗児玉時男と誘拐された石部賢治の行方を見つけること松沢病院の胸美人失踪した女中の身元を探ること木下信子殺人犯人女中に暗号通信した人間回老人の正体そうして最後に、 白川男爵殺害の真犯人を突き止めることちょっと考えても誤死に余るそうしてどの一つをとっても十分今までにあった重大事件に相当するような仕事をそれほど多くやり遂げなくてはならないのだが連日の奮闘で獅子ちはあまりに疲れていた彼は休養しなければならなかった それにもう11時に近いこれから活躍するには時間も遅い彼はひとまずアパートの一室に帰って今夜一夜をぐっすり寝ようと決めた日報車を出て比較的暗い電車通りをこう考えつくまで約45分ブラブラと歩いてようやく顔を上げて走りすぎるタクシーを呼び止めようとした途端に彼は 傍らの物陰から逆に呼び止められた。もしもし。獅子打ちはギョッとしながら声の方を透かしてみると、マスクをかけた若い女が立っていた。なんの用ですか？あなた獅子打ちさんでいらっしゃいますね。そうです。獅子打ちは改めて女を見た。色の白い。 目のぱっちりとしたちょっと女球といったふうな女だったが彼には少しも見覚えがなかったお願いがあるんですけれども女は獅子ちの顔色をうかがいながらオズオズした調子で言ったどういうことですかあの花山のことなんですが花山 子打ちはびっくりして三度女の顔を覗き込んださっき日報社へ訪ねたという女は半面に大きなあざのある30前後の女だったという今ここに立っている女は2四五であどころか肌の細かい色白の女ださっきの女とはまるで違うええ女はうなずいて 新聞ででで見たのすすけれども広告ですかええ、僕が広告主だということをどうして知りました社の方に聞きました。僕が獅子打ちだということは以前から存じております。以前からええ。願いというのは、 どういういことですかこんなところで申し上げるのは困ることなんですけれどじゃあ近所の喫茶店へでも行きましょうええそれよりも私の家に来ていただきたいのですけれどもあなたの家にええ獅子ちは頭の中で急いで考えた。 得体の知れない女ではあるけれどもたかが女1人だ。敵にいてもあれ、味方にいてもあれ、虎穴にいらずんば孤児を得ずということがある。行きましょう。どこですか？東中野なんですけれども、自動車で参ります。とわけありませんわ。失礼ですが、どなたとお住まいですか？ 私一人なんですのご心配なく <laughs> 女は大胆にも軽い笑い声を漏らしたこいつただ者ではないぞ獅子ちは急に緊張したが乗りかかった船であるすぐ何気ない封をしてそれじゃあご遠慮した方がよさそうですな いいえ、決してご遠慮に及びませんわ。女は慌てて言う言葉のうちに、今までとは打って変わったコビを含んだ流し目を送りながら。是非お願いしたいことがありますの。意地悪をおっしゃらないでおいでくださいな。獅子ちは軽くうなずいて、来かかったタクシーを呼び止めた。読者諸君のうちには、 獅子打ちが身も知らない女に呼び止められてすぐに彼女に伴われていくという軽率をとがめる方があるかもしれないしかし由来冒険は獅子打ちの生命なのだ彼は案外緻密な頭を持っていて正確な推理を組み立てて怪盗ンマを断つように難事件を解決していくだが一面には大胆不敵なところがあって 直感的にに事件にぶつかっていくことに彼は天性の女性崇拝者だから若い女のためならかなり向こう見ずに危険を覚悟で飛び込むそのために彼はよく七に落ち込むことがあるしかし彼はいつでも最後の5分間で基地を脱して結局勝利の外貨は彼に上がるもし諸君が彼に「 女性崇拝の結果しばしば基地に陥る愚を指摘したら彼はきっと次のように答えるに違いない僕は女を信じすぎてしくじるよりもそのためにえきすることがはるかに多いよ僕の成功はどの事件でも多くの女性から支持された結果だよ緩和来さて獅子内は未知の女に伴われて 東中野に自動車を飛ばした。淡々と舗装された道がやがて凸凹と丁寧の道に変わり、バスへらしい感じのする町を通り抜けると、女は停車を命じた。ここからは自動車が入りませんから。女は弁解らしく言いながら先に立って歩き始めたが、やがて、 彼女が決してて正当な道を歩いているのではないことが獅子ちにもははっっきり分かった彼女はししうちに錯覚を与えるためにそうでなくてもクモの巣のように入り組んだ縦横の細い道をぐるぐると引っ張り回すのだったこうしてものの20分も引っ張り回した挙げくようやく彼女は暗い小道に面したちょっとした庭に取り囲まれた ささやかな門構えの家に立ち止まったここなんです彼女は明かりの少しも漏れていないまるで空き家のようにしんいんとしている家の戸をコトコトと叩き始めたすると中に人がいたと見えやがてゴソゴソという音がして戸が細めに開いた私よ女がそう言う言と その間から目をのぞかせた留守居の者はやっと安心したらしく戸を開けたしかしそれはやっと人一人が通れるくらいの隙間だったどうぞ獅子ちは例の調子で少しもちゅうちょせずに中に入った「いらっしゃいまし」と頭を下げたのは女中とは見えない三重格好の婦人だった。 獅子内はこう応じた途端にぎょっとした土間には電灯はなく女は奥の方から漏れてくる光で薄ぼんやりと半面を照らされて半面はすっかり影になっていたがその影が獅子内の目にはまるで大きなあざのように鋭じたのだったあざのある女 それは謎の小箱を新聞社に持ってきた女ではないか獅子打ちはぎょっとしながらももう一度確かめようと思って彼女の顔をのぞき込もうとすると彼女はつと立って奥に入ったあざか影か獅子打ちはついに確かめることができなかったどうぞお上がりください。 獅子ちを連れ込んだ女は彼の背後から声をかけながらガチャガチャと表との締まりをしていたどこからか商船電車の汽笛の音がかすかに響いてきた時刻は12時に余すところ10分だった白川男爵亭の秘密 獅子ちを東中野の海奥に連れ込んだ女はさすがに室内ではマスクをかけているわけにはいかなかったマスクを取り除いた彼女の顔は案にたがわずやや頬がこけて顎の長い難があるが澄んだ目の鼻筋の通った水際だった美人だった得体は知らないがおしろいを相当に塗りたててやや投げ座りの膝から漏れる燃えるような下着がなまめかしい ご用を承りましょうかねもうだいぶ遅いようですから獅子内はさすがに少し硬くなっていったご迷惑でさえなければ私の方は遅いのは少しもかまいませんわビールでも差し上げましょうか僕は絶対の下戸ですからあらそうですかいけそうに見えますけれどもからきしダメです お話を伺いましょう。では早速ですけれども順序として私の名から申し上げますわ私は亀山亜紀と申しますの獅子内はなんだか聞いたならと思って口の中で一二と繰り返したがふと思い当たってギョッとした亀山亜紀といえば確かに白川男爵家の女中の一人だ 彼はその名をついさっきノートに書き込んだばかりである亀山亜紀は獅子内のぎょっとした様子を流し目に見ながら続けたもちろんご承知のことと思いますけれども私は元白川様に女中暴行していたんですわそうでしたか白川家に起こった出来事ももちろんご存知でしょう私は そののことででおいいいたしたしすわ。城川家の出来事といえば獅子ちは踊る胸を強いて押さえながら確か3年以前に殺人事件があったようですねそのことなんですあなたはあの事件を詳しくご存じでしょうねええ大体は犯人のことも ええ、確か児玉という男でしたね近頃「脱獄した」とうおうとしたが獅子は余計なことは言わない方がいいと思って後を濁してしまった亜希子は獅子ちを見上げながら「あなたは児玉を本当の犯人だとお思いですか?」裁判で決まったのですから。 裁判にだって間違いはないとは言えませんわ。じゃああなたは真犯人ではないと言うんですかいいえ。あたちにだって何もわからないんですけれど、世間ではそんな噂を立てているそうじゃありませんか。そんなことも聞いています。あなたのお話というのはだ玉に関係したことなんですかいいえ。 もっとも全然関係のないことじゃありませんけれど、あたしのことなんですわ。あなたのことというと恥を言わなくてはなりませんけれど、それを聞いていただくためにわざわざあなたに来ていただいたんですから、思い切って申し上げますわ。実はあたしは、白川の娘なんですの。 驚きになりまして、でも決して嘘じゃないんです恥ずかしいことですけれど私は白川男爵が母に関係してできた子なんですの獅子ちはちょっとためらった初めて会った女の口から漏れた意外な言葉に果たして信用していいやら悪いやらわからないのだったしかしまんざら嘘を言っているようでもないしそれに 彼女が実際に亀山亜紀であるなら実に有力な手がかりなのだから下手なことを言って怒らしてしまうこともないのであるあなたのお母さんとおっしゃるのは大坂夢二といって新劇団の女優やら映画の女優やらしていました10年も以前のことですから覚えてはいられないでしょうけれども聞いていますよ それほど確かな記憶はないのだがそう聞くと10年以上昔にそんな女優がいたような気もするのだったけれども獅子ちは抜け目なく相づちを打ったのだった知ってらして10年以前というとやっと中学時代ですからしっかりは覚えていませんけれども大阪夢二というとかなり有名だったと思いますよ。 そんなに有名じゃなくてよ。芸は相当だったんですけれど、運の悪い人でね。いつもパッとしなかったの。白川男爵と恋愛に陥られたんですね。私の口から言うのはおかしいんですけれども、母は男爵に騙されたんだと思いますわ。なるほど。獅子ちは頷いた。 白川男爵の色好みは有名なもので彼の父が永遠として蓄積してそれあるがために男爵の栄意を勝ち得た巨万の富のあるのを幸いに彼はもっぱら漁食に世を過ごしたのだった彼の生前関係して浮名を謳われた女は数知れずであってそのために彼は不慮の死を遂げても世間からさほど同情されなかったくらいだった彼がそうして 名もない一女優を一時の慰み者にするのは別に不審なことではないのである。獅子ちは言葉を継いだ。お母さんはご存命ですか三年以前に死にましたわ。白川の殺されるつ月ばかり前。そうでしたか。母はね、私が生まれるとすぐ、いや、 ことによると生まれないうちから男爵に捨てられたのですよ。でも母は人がいいというか育児がないというのか、わずかな手切れ金をもらっただけで、ろくろく養育費も取らないで別れてしまったんですわ。私、物心がついてからそのことを聞かされて、悔しくて、何度か母に私の席を入れてもらうように交渉してくださいと言ったんですわ。 こんなことを言ったって、私は別に家族さんになりたいわけじゃないし、遺産がもらいたいわけじゃないんですけれども、自分が産ませた子なら公然と認むべきだと思いますわ。私はそれを請求する権利があると思いますわ。無論ですとも、当然のことです。母はお人よしなものですから、将来迷惑をかけないと約束をしたからと言って、 どうしても男爵店へ行こうとしませんの。男爵の顔から言うと、実に心がけの正しい婦人ということになりますな。あなたのお母さんは。そうですとも、バカバカしい。母は騙されて、低操をもてあそばれ、あげくに犬の子のように捨てた男を恨もうともしないのです。母はそれでいいかもしれませんわ。 しかし、あたしはどうなるのです。一生日陰者です。現在目前に、あたしを産んだ父がありながら、ててなし子だなんて、あたしはとてもたまりません。もっともです。母がどうしてもあたしの言うことを聞いてくれませんから、あたしは、もうお母さんの力は借りない。あたしはあたしの力で戦ってみせると言って、 私は母の家を飛び出すと慶安の手からうまく男爵系女中に入り込んだんですの無論いい機会に親子の名乗りをしようというつもりだったんです男爵の方ではあなたを知らなかったのですね全然知りません何しろ20年以上のことでそのあとも女から女へとあさり歩いていた人ですから 私が亀山という姓を名乗っていてもそれが20年以前に関係して駒で産ませた女優の本性だったなんて思い出しもしなかったのですもっとも私は秋と呼ばれて姓なんかは雇われた日に一度言われたきりあとは忘れられていたようなものでしたけれども名乗り合うために無論何か証拠があったんでしょうねええ 無論ですわ。男爵が母に宛てたスーツの手紙母と私の戸籍謄本産婆の証明それだけあればあとは男爵の胸に覚えがあるはずですわそれで名乗り合う機会はなかったのですかええいよいよ名乗り合おうと思った前の晩に父は

3年前に自宅で機械なしを遂げた城山男爵の隠し子だというのであるしかも彼女は城山男爵邸内に女中として住み込み父よ娘よと名乗り合おうとしたその前の夜に男爵は殺されたというではないか獅子ちは思わず膝をすすめたじゃあ男爵が殺されたということはあなたにとって非常な損害だったのですね ええ、私にとっては致命的なことでした誰が殺したのだか心当たりはないのですか私は部屋にぐっすり寝込んでいましたので当也は知らなかったとしても後に犯人の心当たりはなかったのですかありませんじゃああなたもやはり児玉が犯人だと思われるのですね わかりません。でも私はそうでないような気がしますわこれという理由はないのですけれども小玉という男を以前から知っていましたかいいえちっともお屋敷の中で誰か知っているものはありませんでしたかないと思います小玉が邸内に忍び込んできた理由について 何かの心当たりはありませんか全然知らない人ですからどういう目的で入ってきたのか少しも分かりません何か盗むつもりじゃなかったのでしょうかさあ児玉が単なる窃盗の目的でなかったことは確実である彼は誰かに頼まれて深夜白川邸に忍び込んだものと思われる 何者の依頼を受けたかはわからないがもしかすると秋の持っている証拠の品々でも盗み出そうとしたのではなかろうかお屋敷には女中さんが3人おられたそうですが獅子ちがこう言いかけた時に秋はハッとしたような様子を示した獅子ちは彼女が購買の女中のことについて何か思い当たることがあるためにこうした様子を示すのだと思って やや力を得たがそれは彼の思い違いであるということがすぐ分かったというのはこの時に表の方でガヤガヤという人の声が聞こえたのだった耳ざとい彼女は獅子内よりも早くそれを聞きつけてハッとしたのだった獅子内は思わず耳を澄ました表では人のわめく声が次第に高くなってきた 真夜中を過ぎた今頃ただごととは思われないとやがて激しく戸をたたく音が響いてきたきささん、起きてください。休養で獅子ちは秋の顔を見た彼女は確かに亀山と名乗ったがこの家は秋元という人が名義人になっているらしいうちじゃないんですか 女は黙っって答えなかった。彼女は顔色をやや青くして唇をキッと噛んでいたがささん、逃げてください。あまり突然だったので獅子ちは問い返したえ理由は聞かないでください私はあなたのお力が借りたくてこうして来ていただいたのですけれどももう遅かったのです あなたはここにグズグズしておられますととんでもない迷惑がかかりますさあ逃げてくださいどういう理由か知りませんが僕のことだったら心配しないでください僕はどんなことでも驚きません平気です大抵のことなら僕一人で切り抜けますからこう言っているうちにも表戸を叩く音はますます激しくなってきた はととんでもないという,ふうに獅子打ちさんそんなことを言って私を困らせないで早く逃げてください裏口からなら逃げられますあなたがいると私が大変困るんですから女がいかにも困ったというふうなので獅子内もそれ以上争うことはできなかったあなたが困るというなら僕は帰りますよ しかし逃げるんじゃありませんぜ。僕は生まれてから逃げたことのない人間ですから。わかっていますわ。ですから私もあなたを見込んでお頼みしようと思ったのですわ。じゃあ頼まれようじゃありませんか。でも今夜は都合が悪いのですから。帰りますよ。じゃあもし頼みたくなったらいつでもそう言ってください。 せっかく面白そうな手がかりをつかんだのだけれども女がひどく狼狽しているしさすがの獅子ちもこの23日来ドジを踏み通しでいささか自重的な気持ちも出ているし初めて会った女のために先の見えない冒険をあえてすることもないと思ったのでやおら腰を上げた裏口から女は獅子ちの腕をつかんで無理やりに裏口の方に向けた。 ししぶしぶ裏口を出た獅子打ちが血の案内を少しも知らないのででたらめに真っ暗な路地をものの23丁も歩いていくと彼は闇の中から不意に呼び止められた獅子打ち君よっとして立ち止まった獅子打ちは闇をすかしてみてよよ、君はなんとそれは。 世田谷の原中であった尺灯色の奇怪な老人だったのである老人の家石部賢治の家の付近をうろつく怪しい老人初めて会った獅子内に奇怪な言葉を吐き獅子内が思わぬ気化に陥ったときに被害者の身元を告げて 彼を世田谷署から放免させた老人。獅子内が例の謎の小箱を開けようとした時にどうして知ったか電話でそれを止めた老人重ね重ね奇怪な行動をする回老人がひょっくり闇の中から呼び止めたので獅子内はただ呆れるばかりであった回老人は相変わらずもじゃもじゃと武将ひげを生やして無造作な服装をしていたが 師寿ちの顔を眺めてほっとしたように。気功無事じゃったか。え？無事でよかった。わしはそれを心配していたんじゃ。き、君は痛い,い。何がなんだか理由はわからないのだが、人を小バカにしたような老人の態度に。 獅子内はむしゃくしゃして勢い込んでなじろうとしたが不思議なことには相手の老人には存在な中にもどことなく人懐っこいところがあって怒鳴りきれないものがあるのだ獅子内は振り上げた拳のやり場に困るといったような気持ちで後の言葉がちょっと続かなかった老人はつぶやくように言って。 次に普通の声でまあセカンでもよい君はもう少しで広い目に遭うところだったのじゃ女もそんなことを言って獅子ちを裏口から無理やり逃がしたしてみると誰かしら獅子ちに危害を加えようとするものがあったのかもしれない何か危険なことがあったのかなそうじゃ 君は気をつけなければいけないぞ。君は少しやりすぎるんじゃ。僕がやりすぎるんですって冗談じゃない。今度の事件じゃ僕はやり足りないと思っとるんだ。じゃが君は少し軽率じゃ。軽率新聞記者に軽率なんて言葉はない。僕は思うままに動けばいいんだ。 どこへでもぶっつかる。それが新聞記者のつとめなんだはッはッ愉快な人物じゃじゃあがそれではあっちこっちでがんができようがんなんか鬼に食われちまえだ獅子討ちはこれまでどんな難境におちいってもへこたれたことはないんだきっとはね返すんだ 最後の5分間で、きっと基地を脱するんだ。君は、運が良かったのじゃ。そうかもしれない。だが、獅子ちはこう言いかけて口をつぐんだ。相手の老人は彼が今までに会ったことのない人物だ。獅子ちが力めば力むほど、老人は小馬鹿にしたようなことを言う。 今までどんな人間にあっても引け目を感じなかった獅子打ちもこの老人にはなんとなく太刀打ちがしがたいように思えるのだ議論はよそうで僕を呼び止めたのは何か理由があるんですか大した理由はないがわしの家へ君を連れて行こうというのじゃあなたの家 さよ。どういう理由で君に見せたいものがあるのじゃ恐ろしいか冗談じゃないじゃあ来たまえ獅子ちはとっさに考えたいまいましいけれどもどうもこの老人は彼より一枚役者が上である。 その上、今度の事件について、彼は獅子内よりも奥深いところを知っているらしい。敵か味方かはっきりしないけれども、まさか命を取ろうとは言うまい。獅子内は決心した。行きましょう。老人は満足そうに頷いて歩き出した。獅子内は黙ってその後に続いた。海老人は、 一体どこへ獅子ちを連れていこうとするのだろうか海その夜のことを解雇すると獅子ちは今でも夢を見るような気持ちだその後彼は数限りない奇怪な事件にぶっつかっているけれどもその夜のような奇異な経験は再びすることができなかった 海老人は獅子内を連れて一旦賑やかな通りに出るとそこで円卓を拾ってかなりの距離を走らせた車は一度新宿に出たが再び郊外に向かって走り続けた獅子内の考えではどうやら甲州街道をまっしぐらにかけているようだったやがて車は止まった時刻は十分2時を過ぎていたであろう ここは亀山亜紀と名乗る不思議な女に引き込まれたところよりもさらに一層寂しいところであった車の止まった辺たりにはバラバラと23軒の家があったが回老人の導くままに横丁に入るとそこはもう一面の畑だ行く手は明かり一つ見えない暗闇だったおよそ45丁曲がりくねっていくうちに ようやく行く手にぽつりと明かりが見えたどうやらその辺りにはこんもり茂った森があるらしい回老人は無言だった獅子打ちも無言だ2人は黙ってとぼとぼと歩き続けるのだったやがて茂った森のそばに来たようやく来たよ。 老人は獅子打ちを振り返って初めて口を開いた随分へんぴなところですなうんあまりはんかなところは仕事に不便じゃからな言うことが逆だこんな寂しいところを選ぶようじゃろくな仕事じゃありませんねまあそうじゃ森の入りのに、 さっき見えた明かりはこの家の中から漏れたものでどうやらこの家が老人の住まいらしい老人は家の前に立って錠前をガチャガチャさせていたが「ザ・お入り」「あなた一人で住んでいるんですか?」「そうじゃ」驚いたなあ 獅子ちは口の中でつぶやきながら家の中に入った入ったところはどまだったその奥は一段高くなって破れむしろが敷いてあっていろりが切ってある要するにひどく荒れた厨い以下の百姓屋だった傘が半分かけてほこりにひどくまみれてはいるが伝統が一つ天井からぶら下がっているのがむしろ不思議なくらいだった 老人は獅子内に続いて家の中に入ると立て付けの悪い糸を元の通りにガタピシと立てて丹念に締まりをしたへ <laughs> 誰が何を盗もうって言うんだろう獅子内は心の内であざ笑いながら老人のすることを見ていた老人は獅子内の方に振り向いてこっちへおいで獅子内は 怪しみながら彼の後ろについていった花の使えるような小さい百姓屋だからずっとーれは裏口へ出てしまう一体どこへ案内しようとするのだろうか老人はいろりの辺りをゴトゴトといじくっていたがやがてそこにパッと口が開いた意外その下にはちゃんと立派な階段がついてずっと としかもどうやら秘密の穴蔵らしいのである獅子ちは恐れげもなく階段を降りた中は真っ暗だったがあとから降りてきた老人が階段の途中にあるスイッチをひねったのであろうパッと明るくなった。 階段を降りきったところは二畳敷ぐらいのたたきで隅の方には雑品が積んであった見たところは普通の物置である意気込んでいた獅子内はいささか拍子抜けがした後から降り立った老人は獅子内の思惑などは一切眼中になく部屋の一隅に立ってネズミ色の壁をコツコツと叩き始めたとまたしてもその壁が。 パクリと口を開いたのである「さすがの獅子ちも今度はいささかどぎもを抜かれた二重のからくりをしたというのは並々ならぬ秘密部屋ではないか」が獅子ちは壁の穴から臨室をのぞいた時に思わず「あっ」という声を出して棒立ちになってしまった。 かつてものに驚いたことのない師走打ちをかくまでロバイさせたのは、そもどういうことであろうか。隣室の大きさは大方八畳引きもあったろうか。四方の壁はもとより床までコンクリート造りで、ほどよいところに大きな机を据え、その上もまたその周囲にも書籍や雑誌がとり散らかされ、その間には何か理化学の試験用らしい器具さえ見えていた。 しかし、獅子ちを驚かしたのはそういうことだけではなかった。部屋の片隅に、見るも無ごたらしい傷を受けた人間が、うつ伏せに倒れていたのである。獅子ちは生まれて初めて恐ろしいということを知った。彼の肌の毛は、冷水を浴びたように逆だった。この回老人は、 恐るべき殺獅子ちは巧みにここにおびき寄せられて命を取られるのではないかところが回老人はあくまで平然としているのだまあ入りたまえここはわしの研究室じゃうん。シシ うなって老人に飛びかかろうとする規制を示しながら「研究室とは何の研究だあの死体は何か!」と回老人は意外にも笑い出したのである「ハッ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 ハこれはわしがッハ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  何わしは犯罪を研究しているのじゃ。いつか君にも言った通り、この世には犯罪発明家と犯罪研究家がある。わしはその後の方じゃ。そんな怖い顔をしないで。君が死体だと思うものを改めて見てまえ。 獅子内はつかつかと倒れている人間のそばによってぐいっと抱き起こしてみた果たしてそれは人形だったろうイクの巧妙にできた人形だった獅子内はほっとした同時に軽率を恥じていささか顔をわからめたなんだ人形か長い人騒がせな なんだってこんんなものを置いとくんです。研究じゃ犯罪ことに殺人事件などを研究するには犯罪が行われた時の加害者と被害者の行動をよく調べてみることが必要じゃ。わしはいつでも被害者の人形を作って 犯行の行われたありさまを想像しながらそれを再現してみるのじゃ一体あなたは誰ですか獅子ちは思わず言葉を改めながらこう叫んだ生ける屍。 老人は相変わらず平然としていた彼は獅子ちから何者かと質問されても顔の筋一つ動かさないでわしは名もないものじゃそうではありますまいこんなところに隠れてこうした研究室を持っておられるからには名のある研究家でしょう。犯罪研究はわしの趣味じゃ い学問はないのじゃから専門家から見たら次議に類することじゃしかしその話はよそうそれよりもわしは君をここに連れてきた目的の話をしなければならないまあかけたまえ獅子ちは言いつけられるままに椅子に腰を下ろして 黙って老人の顔を見つめた。話というのはもろん君も察しているじゃろうが3年以前の殺人事件のことじゃいや3年以前の殺人事件から引いて最近に頻発する怪事件についてじゃ怪老人はそも何事を語りだそうとするのか。 ししうちは固唾をのんで緊張したわしははいもっったた。たり、りををするるのののががで、でゃじにここで老人は言葉を切って獅子ちの顔をじっと眺めながら。 君は石部さんのところにいる女中が3年以前に白川邸にいた女であることを知っているがね知りません僕はその女中を見たことがないのですそうだったのですかじゃあ菅井秀ですね違う亀山亜じゃえ 亀山明といえば、さっき。そうじゃ。あの女じゃ。あれが石部さんのところにいたのじゃ。え獅<っ>子ちは驚いたが、すぐに頭を働かしながら。なるほど。あの女は秘密を胸に抱いて石部の家に身を潜ませていたのですね。 そうするとあの女に暗号の通信を送っておびき出したのはあなたですね違うわしじゃないわしはごく最近にあの女を発見したのじゃわしは白川邸にいた3人の女中のうち誰かが秘密の鍵を握っているにそういないと思って3人の行方を探したのじゃ そうしてやっと探し出すことができた。三人ともですかそうじゃ。一人は殺された木下信子。残るは菅井秀じゃ。菅井秀はどこにいるんですか君は知っているはずじゃ。 何ですってああ、じゃあ僕に電話をかけたり会いに来たりした女ですね。あざがあるという。違う。じゃあ僕は会った覚えがありません。いや、確かに会っている。そんな覚えはないがな。どこでですか 松沢病院でじゃえ君は松沢病院でやっているはずじゃじゃああの美人のきぐるいがそうじゃ花なやまつねこがすなわちすがいひじゃ おーそれは確かですか間違いはないうーん獅子打ちは再び簡単したようにうなりながら腕を組んだ花山恒子が菅井秀であるとするなら児玉が脱獄するや否や彼女を訪ねようとした理由がはっきり分かった もし児玉が彼女に毒を与えたものとすれば児玉は彼女にしゃべられたくない秘密を握られているのだろうがあの時の状況は毒を与えたものは児玉とは思えなかったそうすると誰か児玉以外に彼女を邪魔にするものがあってそのものが児玉に常こを合わせることを防ぐためにあらかじめ毒を与えておいたのかもしれない 花恒子の身元を探り出すことは非常に必要だと思って新聞広告にまで出したのだが何分単事実のことではあるしそれからそれへと起こる奇怪な事件に棒殺されてそこまで手が回らなかったのだが回老人は彼自身も言う通り事件の発生当時から研究していたので獅子打ちより早く彼女の身元を知ったのである獅子打ちはやがて老人を称賛するように言った。 三人の女中の行方を突き止めたのは偉いですなそれで石部邸の被害者も木下信子だと知っていたんですなそうじゃじゃがわしは三年もかかっているからな君はほんの二三日でたちまち事件の確信をつかんでまさに真相を極めようとしたのじゃがら まったくキリン寺の名に背かんよ。なに確信なんか少しもつかんでいないのです。でたらめに飛び歩いているうちにいろいろのことにぶつかったまでです。いやいやそうではない。君のやり方は全くまねができん。疾風信雷のごとくたちまちのうちにすべての手がかりを集めてしまうのは全く。 契服の至りじゃお立ててはいけませんぜ僕は全く何にも知っちゃいないんです詳しく教えてください教えるということはできんがまあ知っているだけを話そう君もすでに察しているとおり白川男爵の殺害事件は実に危機解削の事件で 小玉時男が犯人ということになったけれどもわしはどうも腑に落ちない節がある当時のことを考えてみるに屋敷内に必ず秘密を知っているものがあると思う僕もそう思います今の三人の女中などは何か秘密を知っているらしく思われますそうじゃ 現に木下信子はその秘密のために殺されたのじゃ菅井秀が松沢病院に押し込められたのもやはりそのために違いない亀山亜紀も何者かに狙われているらしいですあの女はどうやら事件の秘密を知っているらしく思われます児玉を真犯人と考えていないと言っていましたから ことによると児玉の冤罪を救うために骨を折っているんじゃないでしょうかさあそれはわからんがあの女が秘密の一端を知っているということは確かじゃそうすると我々は木下信子を殺したりまた津貝秀を花山恒子として松沢病院に押し込めたりした人間を探し出さなくてはなりませんね。 そこが願目じゃじゃがこれがなかなか容易なことではない木下信子が殺された時にあなたは現場付近におられたようですが何かお気づきのことはありませんでしたかあれは全く残念じゃったわしはあんなことになりはせんかと思ってあらかじめ防ぐつもりじゃったが 間に合わなくてとうとうあんなことになったその上君までがうまくおびき寄せられて危うく殺人の嫌疑を被ろうとしたのには驚いた実に相手は悪知恵の優れたやつじゃそうでした獅子ちは思い出してあの時はありがとう。 まったくおかげで助かりましたよ。礼には及ばん。わしはむしろ注意の足りなかったのを恥じているのじゃ。介老人がこう言ったときに、壁の向こうで奇妙な笑い声が漏れた。シシウチはぎょっとした。まだこの介老人には気が許せない。 秘密部屋の向こうにまた秘密部屋がある何ですかあの声は獅子打ちはキッとなってなじったが老人は相変わらず平気だったそうじゃ君に会わせる人がある彼は再び立ち上がって声の漏れてきた方の壁をコツコツと叩き始めたと またもやそこにパッと叫ができた。そこは4畳半ばかりの部屋だったがそこには一人の異様な姿の男が突っ立っていたげっそりとこけた方にはひげがもじゃもじゃと生え落ちくぼんだめはまるでドクロのそれのようにポカンと見開いたままでカラーはよじれネクタイはだらりと下がりよろよろとよろめいているありさまは 見るから頭脳の働きを無残に打ちひしがれた生きた屍だったあっ獅子内は叫んだなんとその異様な人物は石部賢治ではないかき君は石辺君回老人に地下の秘密部屋に連れ込まれて以来 ことごとに夢見る心地だった獅子ちは最後に不意に完全に友人の変わり果てた姿を見てさすがの鋼鉄のような彼の神経もついに敵しかねて辺りが急に暗くなるように覚えた回老人の正体 地下に監禁されている友人石部賢治の浅ましい姿を見たときにあまりの驚きに獅子ちは危うく倒れようとしたが彼はかろうじて立ち直った彼はうつろな目をキョロキョロさせている石部のそばに駆け寄ってしっかりと抱きしめながら叫んだ「石部君石部君僕だよ獅子ちだよ」 石部はょとんとしていた。獅子ちは叫び続けた。わからないのか君、わからないのか石部は不審そうに獅子ちの顔を眺めて。だ <laughs> <laughs> してくれ。痛いじゃないか。そんなに強く締めては。僕がわからないのか わからん。僕は君のような人間は知らんそんなことはないはずだ思い出してみたまえ石部は急に悲しそうな表情をした僕は思い出せないできたら何かを思い出したいと思っているけれども ダメなんだ。説明してくれたまえ獅子ちはきっとなって海老人をにらんだ石辺をこんな状態にしてこんなところに監禁しているのを見るともはやこの老人を善人だと思うことはできぬ犯罪研究などと言っているがこの老人はことによると恐ろしい変質者で殺人をして楽しんだり 罪のない者の,の精神を狂わしてもてあそんでいるのかもしれない返事によっては獅子内も覚悟しなくてはならぬ獅子内のものすごい剣幕に回老人はさすがに少し老媒の色を見せた誤解しちゃいかんわしは君を石部さんに会わせようと思って連れてきたのじゃ。 石辺に合わせると言ってもこの有様はどうしたんだ元のようにして返せそれはわしにはできぬ。何待て待てどうも君は気の早い男じゃ。静かにわしの言うことを聞け。早く言えわしは、 石部さんを救い出したのじゃ。どうしてここにかくまってあるのじゃ。嘘言えかくまってあるなんてとんでもないことだ。監禁してあるんだ違う。それは誤解じゃ。黙れ救い出したなどとしらじらしい。真実救い出したものなら、こんなところに隠す必要はない。 家族のところへ送り届けるべきだそれは危険でできない何危険だじゃあ警察へ届ければいいそれは気候の素人考えじゃ何まあ待て短気な男じゃ。 腕力ではこの老人はとてもかなわんこまった男じゃなあわしの言うことを信用せい信用できない市部さんはある人間に検事局から誘拐されたのじゃそうしてこんな無残な姿にされたのじゃ 石部さんももう少しで花山恒子と同じように名を変えて精神病院に送られるところだったのじゃ。ある人間というのは貴様だろ違う。じゃあ誰だそれははっきりわからぬ。だいたい当たりはついているがうっかり言えぬ。 それ見ろ。そんな曖昧なことではますます信用できぬおのれ本当のことを言わなければこうだぞまあ、まあ、まあ、ままあ、まで困った男じゃええー、仕方がないわしの名を言おう何だとわしはエトじゃ

当時はまだ小学校の生徒だった獅子内もその名を記憶している江藤捜査課長は職を辞してからも私立探偵事務所を開いたり著書を出したりして活躍していたが78年以前に探偵事務所も閉ざし標然として諸国遍歴に出たとか田舎に引っ込んだとかいうことで用として消息が途絶えているのだその捜査課長の慣れの果てじゃよ。 一時は犯罪に関することはきっぱりやめようと思ったが何しろ長い間にすっかり身に染み込んでいるのでやっぱり思い切れるのじゃそこでこんなところに隠れて犯罪研究をしているんじゃ以前は警視庁に友人もいたし向こうからも知恵を借りに来るし こっちもちょいちょい助言をしたがこの23年来はわし一人じゃ一人でこんなところでコツコツと楽しんでいたのじゃいやお恥ずかしいしだいじゃよ老人がしみじみと10回するように語る言葉はうそとは思われなかったいや 相手の言葉や態度で相手の心の中を見抜くことに妙を終えていると自他共に許している獅子ちには決して嘘ではないことがはっきり分かった海老人が、前捜査課長。獅子ちはしばらく黙って回老人を見つめていたが失礼しましたまさか江藤匠さんとは気が付きませんでしたので。 江藤氏はほっとしながら分かりの早い人じゃいやわしも名を隠したりして誤解を招いたのは悪かったじゃが名は出したくなかったのでごもっともですしかしお名前を伺いまして初めて加点が参りました今まで奇怪な行動だと思っていましたが 江藤さんでしたら何の不審もないことですですが石部君はさっきも言ったとおりわしはある場所から救い出したのじゃ石部さんを誘拐した人間も大方は当たりはついているがまだ確たる証拠がないのでこうしてここに隠しておかれたのは このありさまで世間に出すのは気の毒じゃしうっかり出すと再び誘拐される恐れがあるしねしかしこのままではせめて警察へでも報告してそれがさっきも言った通りいけないのじゃなぜですか警察にこのことを知らせて公になると 石兵衛さんを元の体にすることができない。え石兵衛さんは、憎むべき人間に恐ろしい毒液を注射されて、記憶をすっかり喪失されてしまったのじゃ。ちくしょう獅子ちははがみしながら、どうかして治らないでしょうか ああ、おそらくダメだろうと思う。ただ一つの道は。ど、どうするんですか下毒薬じゃ。恐るべき毒薬に対して、ただ一つの下毒薬があるらしいのじゃ。それはどこにあるのですか憎むべき人物が握っている。今のところ、 石部氏を元の体になしうるものは彼あるのみじゃじゃあそいつをひっつかまえてダメじゃそう簡単には行く相手ではないうっかり手を出すと解毒薬をどうするかわからないそんなことがあっては一大事じゃそのために 石部氏にはお気の毒じゃがここに隠してあるのじゃ警察の手に渡すと解毒薬を手に入れることが難しくなりはしないかと思うのじゃ <laughs> ちくしょうん築昇獅ちは友人石部賢治の身をもって皮憤の拳を握りしめるけれどもこれという知恵は浮かばないそれに もう一人救わねばならない人間がいるのじゃ。ああ、花山ですね。そうじゃ。あの女も確か同じ毒薬を注射されて、記憶を喪失されたものだと思う。なるほど、確かにそうですな。その毒薬というのは、一度注射すると死ぬまで効果があるのでしょうか。 あ,あそこまではわしにはわからんがことによると一定の有効期間があるのじゃないでしょうか獅子ちはふと思いついたので松沢病院の出来事を詳しく話した江藤氏は首を傾けてなるほどそれは君の考えどおり効力が薄れるのを恐れて。 先回りして毒液を注射したのかもしれんよ。こだまがやったのでしょうか。さあ、そうじゃあるまい。そうすると。まあ、その話は後回しにしよう。とにかくじゃ、われわれは子宮解毒剤を手に入れなければならん。石氏と花山のためにな。 方法があるんですかないことはないのじゃが非常に危険な仕事じゃから僕はどんな危険な仕事でもやりますよ友人を救うためですから友人を救うとともに事件の解決ができるかもしれんだが非常な冒険じゃ僕は平気ですよ どうすすればいいんですかわしにもはっきりしたせいさんがないのじゃだからちゅうちょしているんじゃがかいけつのかぎはようするにれいのてつのこばこじゃえ鉄てつのこばこそうじゃあやしいおんながきみのところへとどけたはずじゃ。 それを君が開けようとしたので。そうでした獅子ちは急に思い出して叫んだ。そうです。電話であなたは止めましたね。大変な勢いで。うん。あれは一体。いや、あなたはどうしてあの小箱が僕のところに届けられたのを知ったのですか わしはある女に気をつけていたのでわしの探偵法については他日話す機会があると思うがじゃああれを開けるのを止められたのはそのことなのじゃがあの鉄の小箱が重大な役目をするのじゃ君はどうしたかねあの箱を編集長に預けてあります 編集長に大丈夫か開けやしもいねえ。僕から言わなければ編集長は決して触りますまい。他のものは無論、触りません。それならいいが。どうしてあれを開けてはいけないのですかわしの想像。いや、 確かな推理なのじゃがあの箱にわしの思うようなものが入っているとすると役に立つと思うのじゃ僕にはよくわかりませんが石部君を救うためならどんなことでもやりますよでは思い切って一つやってみようだが江藤氏はじっと獅子打ちを眺めて もしうまくいかないと大変なことになるのじゃが君は後悔しないかね断じて後悔しませんしかし江藤氏は考え込んでしまったそうして時々苦しそうにため息をついていたがやがて口を開いたやっぱりよそう 獅子内は驚いてどうしてですか君を犠牲にするに忍びない僕のことなら心配しないでください僕は大丈夫ですよ決してヘマはやりませんから君は大丈夫と信じるがわしがヘマをやるかもしれん もしわしの考えが違っていたら大変なことになるから一体どういうことなんですかそれは話せないまた話さない方がいいと思う僕のことは心配しないでくださいやるかやりましょう 君がわしをそれほどに信じてくれるのは嬉しい。では、やろう。わしも全力を尽くすよ。どうすればいいのですか第一に、鉄の小箱を受け取らねばならん。それはわけのないことです。そして、箱を開けるのじゃ。 なるべく君の下宿でやるがいいそれだけですか明けるときは夜がいいじゃあ明日の晩やりましょうそうしてくれたまええ藤とさんたった一つ聞きたいことがあるんですがなんじゃ言ってみたまえ 一体、僕らの相手は何者なんです犯罪発明者じゃ衛藤氏はかんで吐き出すように言った第六章、死の冒険またもや怪事件 河川、海老人は先の捜査課長江藤氏だった世田谷の原中で脱獄宗児玉時生に出会い3年前に起こった奇怪な殺人事件の渦中に引き入れられて以来あるいは介助中の失踪海美人の死友人石部賢治の誘拐と数々の危機解壊の事件の間にあって海老人に翻弄し尽くされていた獅子打ちは 一旦謎の小箱を託した怪しい女におびき出されたがさらに回老人に人家まれな武蔵野の廃屋に引き入れられてそこで突如狂える石部賢治の姿を認めた獅子内はもはや猶予はしていなかった回老人に飛びかかろうとしたが意外回老人は先の捜査課長 江藤氏だったのである。江藤氏の口から漏れた悲壮な言葉は何を意味していたかまた彼が獅子内に授けた秘策は何であったかそれはわからないがとにかくその翌朝獅子内の無事な姿が再び松沢病院の付近に見いだされたのだった獅子内は門の前でちょっとためらった。 この前知り合いになった門芸が見とがめはしないかと思ったのである果たして例のでっぷり太った門芸はいち早く獅子内の姿を見つけると苦虫を噛みつぶしたように濃い眉をグッと寄せてまたやってきたな一体どうして嗅ぎつけるんだいしし打ちは瞬間に、 最近に何事かが起こったことを直覚した彼はわざと得意そうにして「隠したってだめさちゃんとわかるよ」だが今日はおあいにくだぜどんなことがあっても君のような人間は追っ払うということになっているよ ところが君の方がおあいにくさまさ僕は片桐さんに呼ばれてきたんだぜ獅子ちはとっさにこの前なじみになった委員の名を利用した門芸はガミガミ言うものの本来人のいい方だからすぐに本気にして何片桐さんにそんな話は聞いていなかったかなあ 片桐さんがね秘密に僕に会いたいと言うんだよ今度のことがこの前のことに関係があるので何か僕に相談したいことがあるんだって手探りで投げた縄がうまくつぼにはまったと見えて門限はすっかり信用して僕は聞いていないんだがまあいいやじゃあ通りたまえ 獅子ちは胸の中で締めたと思いながら門内をつかつかと玄関の方に進んだ玄関で名刺を出すとやがて片桐委員が不審そうな顔をして現れたどうして門を通ってきましたか重大なことですから新聞記者を入れないなんてことは許されませんよどうして知ったんですか僕たちは いろいろな機関を持っていますからね。片桐委員は苦痛の表情を浮かべて黙ってしまった。獅子打ちはここぞと。僕はこの前のことも一行だって新聞に書かなかったんですぜ。今度のことだってあなたの迷惑になると思えば決して書きません。しかし隠したりされると、こっちで探り出したことは遠慮なく記事にするかもしれませんよ。 片桐委員は仕方がないというふうにうなずいてこちらへおいでください応接室でドアを閉め切って2人きりになっても片桐委員は難しい顔をして黙り込んでいるので思春期は話の糸口に困った下手に切り出すとこっちが何も知らないということを暴露する恐れがあるがいつまでも黙ってはいられないので シシ花山は無事ですかええ片桐委員はしぶしぶうなずいて途切れ途切れにどうやら無事です探りの人たちが手応えがあったらしいので獅子ちは猛然捨て身の一手に出たこの前とやり口が違うじゃありませんか これはたた。たちまちこちらの備えが案外なっていないのを見抜かれるのだが幸いにも図星を刺したらしい片桐委員はそれまで知られていてはしかたがないというふうにまったく乱暴な話です昔有名な相馬事件の時に錦織という男が 入院中の相馬磁石を野印に乗じて盗み出したそうですがこれは本人が巣鴨にあった頃の話ですがここまで聞けばそこから先を手繰り出すのはわけはなかった獅子内はやがて片桐委員から夕べ起こった怪事件のことをすっかり聞き出すことができた花山恒子はこの前不可解な原因で突如渋滞に陥ったが 幸いに手当てよろしきを得たので間もなく回復したしかし精神状態は以前に増して悪くなり体の衰弱も激しかったので絶対安静を必要とし厳重に外来者の面会を拒絶し看護に努めていたそれでだいぶ良くなっていたのですがゆうべ突然病室を脱出しましてね部屋の閉まりがしていなかったのですか していないどころですか特別に頑丈な情をおろしましてね。厳重な監視がついていたのです。いや、ついているはずなんですが。夜中の1時過ぎ、巡回の監視人は、ふと花山の部屋の情が破壊されているのを発見した。部屋の中には、無論花山の姿はなかった。じゃあ、 花山が逃げたのではなくて誰かがそうなんです外部から情を押し破って花山を連れ出したのですそれから大騒ぎになって宿直院総出で捜査を始めたところ花山を連れ出してからまだ間がなかったのと花山が相手に素直について行こうとしないでダダをこねていたために 裏門付近でグズグズしている男女の姿が発見された「それ」というので一度駆けつけて幸いに花山を取り押さえたが快感は素早く林の中に姿をくらましてしまった犯人は確かに一人でしたかええ共犯はないと思われますしかも犯人は 二日ばかり院内に潜伏していた形跡があるのです。院内にええ。あとで気がついたのですが、どうも病室のそばの物置に潜伏していたらしいのです。雑品が入れてあるので、普通一日に一回は開けるところなんですが、この二三日に限って一度も開けずにあったので、病院の物置にじっと と2日も潜伏していて恐美人花山を盗み出そうとする人間が誰であるかは獅子内にはすぐに考えつかれた脱獄衆児玉に相違ないのだ犯人はそのままにしてあるんですかええ本来なら警察に届けて犯人を追跡してもらうべきなんですが幸い患者に触りはなかったのですから。 病院ではこのことが世子に上るのを極度に恐れているらしいどういうわけで花山を盗み出そうとしたのかお心当たりがありますかいいえどういう理由なんだか全然わかりません獅子ちには江藤氏の教授によってこのことが白川男爵殺害事件に関係あることははっきり分かっていた花山は、 何事か事件の鍵を握っているらしいそのために児玉は脱獄するやいなや松沢病院の付近に来てゆうべは危険を冒して彼女を盗み出そうとしたのださ獅子ちは花山の口から何事か聞き出せはしないかと思って会わせることを頼んだが片桐委員は厳かに首を振った。 そればかりりはお断りします。それに花山は回復に向かっていた健康をまたひどく悪くしまして意識も非常に混濁していますからお会いになったところで仕方がないでしょうと花山に合わせることはどうしても聞き入れてくれなかったああ脱獄臭 紫周ちは落胆しながら松沢病院を出た「せっかく面白そうな手がかりをつかんだけれども肝心の花山にどうしても会わせてくれないので手をむなしゅうして帰るよりほかはなかった」「それに考えてみると無理に花山に会ってみたところで片桐委員の言うように相手は気が違っているのだから格別得るところはないかもしれぬ」そこで、 さすがの獅子内も大抵のところで見切りをつけて病院の門を出たのだったしかし獅子内はそのまますごすごと帰りはしなかった彼は「脱獄衆の児玉がまだこの辺りに潜んでいるにそういない」と考えたのだった児玉は脱獄して以来数日厳重な捜査の目を免れてまだ幕につかない。 彼は脱獄するとまっすぐこの土地に来いまだ,だに捜索の網にかからないとするとこの辺りに潜伏しているに違いない獅子ちは注意深く辺りに目を配りながら塀に沿って裏手の方に回っていつかの丘に上がって再びへこんだ谷底に降りた幸いに目の届く限り人らしい影はなかった 谷底の例の雑木林の例中に入ると、獅子打ちはしばらく立ち止まって辺りを見回したここは前に児玉が囚人服を焼いたところでその時に獅子打ちが発見した焚き火の跡はまだかすかに残っていた病院の人たちは花山を盗み出そうとした犯人はもう遠くの方に逃げたものと信じかつあまり騒ぎ立てて外部の人に知られては困るので この辺りを探し回ったような様子は全然なはかった。しかし、もし子玉が病院の付近を立ち去らないものとするとこここそ屈強な隠れ場所なのだ獅子ちの鋭い視線はすり鉢型になっている丘の中腹に枯れ草にすっかり覆われてはいるが確かに横穴になっていると思われるところに落ちた。 彼は猶予していなかった静かにそのそばに立ち寄った確かに穴の入り口である獅子ちは耳を穴の中に押し込むようにしてじっと息を凝らした児玉は果たしてこの穴の奥に潜んでいるのだろうか彼は風の音にも胸をとどろかす脱獄衆だ もし捕らえられたら何の抗弁も許されないで講師台に送られるのだこの穴の奥に落ちくぼんだ目を光らせて諏訪といえば死に物狂いで飛び出そうと身構えているかと思えばさすがの獅子ちも襟元がゾッとするのだ出ろ獅子内は力のこもった低い声で試みに叫んでみたシーンとしている。 いいないのか。出ろ獅子内は再び叫んだと穴の中でゴソゴソというかすかな音がした獅子内はパッと12歩後ずさりをした枯れ草がガサガサと動いたああ穴の中からパッと踊り出た男 頭をもしゃもしゃにして頬から首にかけて武将ひげを生やし顔のすごいように青白いしかしどことなくキリッとした男割に焦者な洋服を着ているがこれが脱獄衆児玉でなくて誰であろうか勢いよく穴から飛び出した彼はそこにただ一人の獅子打ちが立っているのを見てやや拍子抜けしたように棒立ちになって 鋭い目でじっとにらみつけた獅子ちは負けないように相手をにらみこだ玉だな君は君は誰だ僕は新聞記者だ一人かそうだほっとしたらしい様子がこだ玉の顔に浮かび出た見逃してくれ 頼む。次第によっては見逃す。君の目的を話せ。僕は、冤罪なんだ。うん。それで、君は信じないかもしれない。しかし僕は冤罪なんだ。僕は、その冤罪を晴らすために脱獄を企てて、ここへやってきたんだ。 君の目的は、花山つね子という入院患者にあるんだな。そうだ。児玉はやや声を低くしながら。君はどうしてそれを知ったのか。いや、そんなことはどうでもいい。だが、どうか僕を信じてくれ。僕の邪魔をしないでくれ。うん。 獅子内は小玉の顔を見つめた彼の顔には真実が溢れていた決心の色が美雨にみなぎっていた善人か悪人かそれを直感で判断して謝らないのは獅子内の誇りとするところだ小玉は悪人ではない確かに無実の罪になく哀れな囚人だ 死死内は大きく頷いた。よし。わかった。僕は君を信ずる。だが、君は今危険極まる位置にいる。君単独で無実の罪を晴らそうとするのはあまりに無謀だ。僕が力になろう。僕は昭和日報の死死内というものだ。僕を信じたまえ。死死内の誠意は、 世を呪い人を恨んでいる脱獄衆児玉にも通じた彼はみるみる張り詰めた態度を崩し彼の双眼には涙がにじみ出た信じる僕は今が今までこの世に信ずべき人があろうとは思っていなかった君の言う通り僕は今やカダナオレやっつきて もはや戦う力を失いつつあるのだ助けてくれたまえ僕の無実の罪を晴らしてくれたまえよし安心したまえ僕はできるだけのことをするぞ僕は知っているいやつい今しがたまで未だ半信半疑だったが 君にやって確信することができた。君は白川邸で恐ろしい罠に落ちたのだ花山恒子は当時白川邸の女中をしていた菅井秀だどうしてそれをそその通りです白川男爵を殺した真犯人は菅井秀の口から秘密の漏れることを恐れて 彼女をキング類にして、花山つね子という名のもとにこの病院に送り、三年越し監禁していたのだ。その通りです。菅井さえ正気に帰って証言してくれたら、それはダメだ。え花山は正気に帰りやしない。そ、そんなことはありません。 すがは恐ろしい殺人犯人のために無理やり気狂いにされているんです。彼女はもし正気の姿を見せたら命が危ないと思って気狂いになりすましているんです。決して心からの気狂いではありません。なるほど。心から気狂いではないかもしれぬ。彼女は恐ろしい毒薬のために精神を狂わされているんだ。けれども、 彼女を正気に返すことのできる者は、この世にただ一人しかいない。えそれは、誰ですか真犯人だ。恐るべき、犯罪発明者だ。彼でなければ、花山を正気に返すことはできないんだ。そ、それは、本当ですか だが君は絶望しなくていい。たった一つだが、道は残されていないこともないのだ。獅子打ちがこう言った時に、ああ、二人はあまりに話に夢中になりすぎていた。彼らの背後には、いつの間にか例の主鋭が忍び寄っていたのだ。何をしているのだおお、 新聞記者だなんて言ってどうも怪しいと思っていたが貴様たちは凶暴だな獅子ちは振り向きざま一旦ハッとしたがすぐに思い直してあなたでしたかこれは私の同僚ですよ事件があったと聞いて応援にやってきたんですよふん。 貴様はいつまでも俺がバカだと思っているがもうそんな還元には乗らないぞさあ来い獅子内も児玉もとっさに思いは一致した大事の前の庄司である守衛には気の毒であるがここのところは暴力を振るっても切り抜けなければならない二人はやに,わに、 左右から守衛に飛びかかろうとしたなな。あ,あ、何をするんだ、こしゃくな守衛は体の大きい割になかなか機敏でパッと飛び刺さりながらこう叫んだがこの時に彼の叫び声に応ずるように丘の上から23人の人がバラバラと駆け下りてきた万事休す。バンジキ 反対の側めがけて丘を駆け上がった。とああ小玉の運が尽きたのか。彼は柔らかい土を踏んだと見えてあっという暇もなくズルズルと一二軒下に滑り落ちた。おのれ。あとを追った主衛はちょうど足元に滑り落ちてきた小玉をムンズと掴んでねじ伏せた。 獅子ちはこだまを助ける力がなかった下手をすると彼も一緒に警察に突き出されてどんな浮き目を見るかわからないのだ彼は後に心を残しながら一惨に走り逃げたアパートへその日は午後から しっとりと湿気を含んだ南風がもう若葉のできった枝にところどころ名残を見せている花を散らしてしまおうとするように南の空から押し寄せてきたそれはものすごい陽気だった初夏のような気温に人の肌はねっとりと汗ばんで水蒸気の飽和点に達したかと思われる重苦しい空気は人々の頭をぼーっとさせてしまった その日の日朝、松沢病院付近の雑木林からかろうじて逃げ出した獅子打ちは電車に乗る危険を避けてかつての夜脱獄宗児玉がしたように徒歩で三軒茶屋方面に出てそこから渋谷に向かったそうして彼が人目をしのんで昭和日報社の編集長室に姿を現したのは時ならぬ陽気に人々が悩まされているその日の夕刻だった 編集長は獅子ちのなんとなく元気のない顔を見ると心配そうにどうしたい元気がないじゃないか何何ともありませんよ編集長いよいよこだまの事件の解決をつけようと思います編集長はひょっこり頭を上げて不審そうに獅子ちの顔を見つめて何解決だって 君は小玉がとうとう捕らえられたのを知っているのかいじゃあ、もう知れたんですね。ああ、掲載禁止だが、松沢病院の付近で捕らえられたのだ。彼に何事か相談していた怪しい男があったそうだが、それは取り逃がしたということだ。それは僕ですよ。いやっ パリ、やっぱりそうだったのか。ええ。ですからもうぐずぐずしちゃいられないんです。編集長、昨夜お預けした鉄の箱を出してください。どうするんだ開けてみるのかいええ。しかし、君、あれはうっかり開けると命に関わるという忠告があったじゃないか。 忠告だかなんだかわかりませんよ。編集長、すべての謎はあの小箱にあるんです。もうあれを開けてみるより他には事件を解決する方法はありません。うーん、開けてみるのもいいだろうが、注意しなくちゃ。注意はしますよ。しかし、電話の忠告なんぞなんだかわかったものじゃありません。ことによると、 あれを開けられると困るものがあんなことを言って脅かしたのかもしれませんそれもそうだが僕はなんだか気になるよ君の体に万一のことがあると困るからな大丈夫ですよそういうことなら君の思うとおりにしたまえ編集長は立ち上がって秘密金庫から鉄の小箱を取り出した 紫周知はそれを受け取ると帽子を握ってじゃあまたと言って部屋を出ていこうとした編集長は慌てて呼び止めたどこへ行くんだここで開けたらいいじゃないか開け方がよくわからないんですからゆっくり研究しなくちゃここでは落ち着きませんからどこへ行こうってんだい アパートへ帰って自分の部屋でゆっくりやりたいんです自分の部屋でね大丈夫かいええ落ち着いていいですだが君はことによると警察のお尋ね者になっているぜここにいればどんなことがあっても私はしないがアパートじゃどうかと思うね ですけれども、やっぱりアパートの方が都合がいいですから。変だね。君は仕事はいつでも社でするんだが、アパートは要するに寝室だと言ってるじゃないか。いつもはそうですが、こんな秘密箱を開けるには、やはり自分の部屋の方が落ち着きますから。そう言うなら、まあ勝手にしてまえ。ええ。 じゃ失礼します気をつけたまえ獅子内は鉄の小箱を抱えてそうとして部屋を出て行った絵に描いた夜尾形編集長は小首をかしげて彼の後ろ姿を見送っていたがやがて扉の外に見えなくなると どうも変だなあと口の中でつぶやいた尾形編集長の心配は決して気遇に終わらなかった獅子ちは鉄の小箱をむき出しのまま小脇に抱えてするがないのアパートに帰ったが門番に「絶対に誰が来ても会わないから」と固く断って部屋に入ると扉をぴったりと閉ざしてしまった。 門番の話によるとそれから3時間余り獅子内の部屋には高校と伝統がついていたが中からは小鳥という音もしなかったそうである無論彼は一心不乱に小箱を開けようとしていたのにそういないのだ夜に入ってからは南風も次第に収まったが頭を押しつけるような物狂わしい気温は容易に下がらなかったと 11時過ぎ突如として獅子内の部屋で甲高い笑い声が起こったそれは常人の笑い声ではなかった隣室ですでに寝ついていた人たちも眠りから呼び覚まされた門番はびっくりして駆けつけた獅子ちさん獅子ちさん門番は鍵のかかっている部屋をたたいた ゲラゲラ笑っている声はとても平祖の獅子内の声とは思えないのだ部屋には彼のほかにはいないはずであるから彼の頭がどうかしたのに違いないのだまったく昼から南風が吹いて大変な陽気でしたからあんまり頭を使いすぎている獅子内さんの気が狂ったのも無理はないと思いましたよ。 門番は後でこんな風にじゅっかいしていた門番がいくら獅子ちの名を呼んで扉をたたいてもただゲラゲラと高笑いをしているばかりなので門番はとうとう人々の力を借りて扉をたたき破ったああ獅子ちこれがあの明朗なキビキビした怪談師獅子ちの姿だろうかきれいになでつけた髪は 鳥の巣をひっかき回したようにかち、丸く澄んだ瞳はわずかに数時間の間に落ちくぼんで狐のようにつり上がってギョロギョロと異様に輝き口は締まりなく開いてゲラゲラと耳まで裂けたようさながら絵に描いた夜舎だった「球」は昭和日報に報うせられた尾形編集長は真っ青な顔をして飛んできた。 獅子内君。あまりのことに編集長は容易に次の言葉が出なかった。獅子内はきょとんとしている。獅子内君、僕だよわからないか貴様は、こ玉だな突如獅子内は叫んだ。大型の目は涙で熱くなった。僕だよ 大型だよ。黙れ。貴様は刑務所を脱走した男だな。僕を刑務所へ連れて行こうと言うんだろう。獅子内君そばに寄るな <laughs> 何が悲しいんだ笑え。なぜ笑わないんだ 何が獅子ちの頭を突然狂わしたのだろうか編集長は部屋を見回したが彼の目はそこに転がっていた鉄の小箱の上に落ちたどうやら蓋が開きかかっている獅子ちの頭を狂わした原因はこの中に秘められているに違いない尾形は手を伸ばして小箱を拾おうとしたと 獅子内は猛然尾形に飛びかかって力任せに突き飛ばした。尾形がよろよろとよろける途端に彼は小箱を拾い上げて皮脂と抱えながら。貴様これを盗みに来たんだな <laughs> 貴様なんかに指一本だって触れさせるものか獅子内くん帰れ 早く刑務所に帰れ小型一人の力ではどうすることもできなかった。彼はやむを得ずしばらく気の静まるのを待とうと思って室外に出た。まあ、獅子内さんが不意に生めかしい声が聞こえた。見ると一人の若い婦人が門番に伴われてこちらに近づいてくるのだった。 緒方はその女にどこか見覚えがあるように思ったが、どうしても思い出せないので、わざと入り口のところを遠のいて、じっと女を見守っていた。女は気が付いていたと見え、緒方の方には一瞥もくれず、慌ただしく部屋の中に入った。ま獅子打ちさん。女は獅子打ちの筐体を見ると眉をひそめたが。 口元は彼女を裏切ってにやりと気味の悪い笑いを漏らしていたあああの女だもし獅子打ちが正気ならすぐに分かったに違いない昭和日報社を出る獅子打ちを待ち受けて怪しい家に連れ込んだ女だ亀山亜紀と名乗って白川男爵の隠し子だといい 父娘の名乗りをするために男爵邸へ女中に住み込んだという女だ話の最中に誰かが戸を激しく叩いたので慌てて獅子打ちを逃した女だだが獅子打ちは少しも気が付いていないらしい彼は緒方編集長に対した時のように鉄の小箱をじっと抱えて険しい目をして女をにらみつけていた 獅子内さんあたしがわかりませんか知ってるえ貴様は松沢病院から来たのだろう。出し抜けに知っていると言われた時にはギョッとしたらしい女はここでほっと安心したように違いますわ違やしない 貴様は僕を松沢病院に入れに来たんだろう。僕は断じて行かないぞ。僕は気など少しも狂ってはいないぞ。<laughs> 女は笑いかけたが、はっとあたりを見回して急に笑いを飲み込んで。獅子ちさんも、いいざまね。 何がいいざまだ。私のことを助けてやろうなんてそれじゃまるで刀なしだわ物陰から様子をうかがっていた緒方は獅子打ちの筐体をあざ笑っているような女の横顔を見ると電光のように彼の脳裏にひらめいたものがあったこの女は謎の小箱を日報社に持ってきた女ではないか 30前後のあざのある女ということだったがことによると変装をしていたのかもしれないたまりかねて彼はつかつかと部屋の中に入ろうとしたがその時に再び廊下の端に人影が現れたそれは門番に連れられた長身の紳士だった緒方は再び物影に姿を潜めて近づいてくる紳士をそっと見たがそれは意外にも 小玉を弁護して名を挙げた、松野人志だった。解読罪。松の弁護士は、入り口のところで門番号を追いやると、悠然と部屋の中に入った。彼は、亀山秋の姿を見ても、予期していたように、格別驚きもしないで、じっと獅子打ちの様子を眺めた。 おお、あなたは。獅子打ちは、マスの死を見ると、突然ニコニコとして呼びかけた。マスの死は不意だったので、思わず一足二足後ろに下がった。編集長、よく来てくれましたね。僕は待ちかねていたんです。<laughs> 獅子打ちの頭は、やはり狂っていた。彼は、 マスノ氏を尾型編集長だと思っているのだ。マスノ氏はほっとしたように、再び獅子打ちに近づいて。おお、獅子打ちくん。遅くなってすまなかった。もう、わしが来たから大丈夫じゃ。さあ、その箱を汚したまえ。獅子打ちは激しく首を振った。嫌です。 君はもう開けて中を見たのだから。ねえ、もういいだろう。わしに見せてくれたまえ。編集長、中が見たいですかああ、見たくてたまらないのだ。早く見せてくれたまえ。嫌です。そうじらすものじゃないよ。早く見せてくれたまえ。 本当に、見たいんですか見たいんだとも。その箱をおよこし。じゃあ、見せてあげましょう。こっちへいらっしゃい。獅子ちはいきなりマスの氏の腕を掴んで、ぐいと引き寄せた。物陰から様子を見ていた尾形は、どういうわけでマスの氏がこんなところにやってきて、 小箱を仕切りに見たがるのかわからなかったが、いずれにしても小箱の中には非常な秘密が隠されているに相違ないと思って、獅子ちがマスの氏を引き寄せた時に思わず伸び上がって彼の手元を見つめた。不意に腕を掴んで引かれたマスの氏は泳ぐような腰つきでトントンと前に出たが、その途端に獅子ちは手にしていた小箱の蓋をパッと開けた。 おぉマスノ氏は悲鳴を上げた小箱の蓋はバネ仕掛けである箇所を押すとパッと開くようになっていたのでそれがしたたかにマスノ氏の手を打ったらしいのだ悲鳴と同時にマスノ氏は掴まれていた腕を激しい勢いで振りほどいたがみるみる彼の顔は髪のように蒼白になったハッハッ 突如として爆笑が起こった。それは獅子内の腹の底から揺すり上げるような笑いだった。しかもその笑いには今までのような気狂いじみた調子はなく、いかにも心ゆげなものだった。あっ呆れたような顔をして獅子内の顔を眺めていた亀山明は、マスの死と同じような叫び声を上げて、 やはり顔の色を蒼白にしながら、ガタガタと震え始めた。ハハハハハっ獅子内はまた人より心よげな笑いをして。はめようと思って、貴様たちがいっぱいはまったな。物陰にいた尾形は、危うくマスノラと同じように叫び声を上げるところだった。獅子内は正気なんだ。 理由はわからないが、偽気狂いだったのだ。マスノさん、早く手当てをしないと、あなたが気狂いになりますぜ。毒針があなたの手に刺さりましたからね。おお<ー>。マスノ氏の額からは、油汗がたらたらと垂れた。さあ、ぐずぐずしてはダメですぜ。 僕に鉄の小箱を開けさせて、バネ仕掛けで飛び出す針の毒で僕を気狂いにしようとしましたね。僕はわざとその手にかかったように見せかけたんだが、うまく引っかかって、こっちの考えた通り、自身で結果を見に来ると同時に、証拠の小箱を取り返そうとしたね。ところが、あべこべに毒針は、あなたの手を刺しましたぜ。さあ、 一刻も早く下毒剤を注射しないと、マスノさん、あなたが気狂いになりますぜ。うな<ー>ってばかりいても拉致は飽きませんや。さあ、早く下毒剤のあるところを言いなさい。注射してあげますから。おお。だ、頼む。亀山さん、あんたは知っているはずじゃ。 あ私恐ろしそうに震えていた亀山はこの時に夢から覚めたようにここに持っていますわと帯の間から小さい薬瓶を取り出した獅子内は素早く亀山の手から薬瓶をもぎ取るように受け取ってマスノさんこれをどうすればいいんですか静脈に注射するのじゃ 0.2g 注射するのじゃ。ありがたい。これで命がけの仕事をした甲斐があるというものだ。石部君も、松沢病院の花山恒子も、これで助かるんだ。そ、それを知っているのかマスノ氏は恐ろしい行走をして死守ちに掴みかかろうとした。しかし彼は、 くもなく死し,し打ちに押し倒されてしまった。静かにしなさい。下毒剤を注射してあげますからね。あなたを気狂いにしてしまったんじゃ、こっちが困りますからね。ははははは。犯罪発明者の関係。それは恐ろしい企みだった。 そしてすべての企みは犯罪発明者、マスのひと仁の仕業だった。彼は恐るべき頭脳の持ち主だった。それが正しいことに使われたら驚くべき有用な大発明もできたであろうに、変質者である彼はその偉大なる頭脳を犯罪の方面にばかり用いて、発明するものはことごとく犯罪の巧妙な方法だった。 彼は、聞くだけでも身の毛のよだつような薬品を発明した。それは、ごく少量を注射されると、たちまち気が違ってしまうという恐ろしい薬品だった。彼はそれを、菅井秀に注射した。狂った彼女は、花山恒子として松沢病院に入れられた。彼はさらに、その毒薬を、 彼の秘密を嗅ぎつけそうになった石部賢治に注射した彼は獅子内が邪魔になって仕方がなかったのでやはり邪魔になっていた白川家の元女中だった木下信子を殺して巧みな方法で獅子内にその疑いをかけて一石二鳥を試みたが成功しなかったので最後の手段として獅子内に恐ろしい鉄の小箱を送ってバネ仕掛けの毒針で 獅子ちをも気狂いにしてしまおうとしたこの方法は証拠の小箱が残るので最後でなければ使用しないものである前の捜査課長江藤氏の明察と苦心がなければ獅子ちもこううまく成功しなかっただろういや成功しないどころではない木下信子殺害の嫌疑で留置されるかそれを免れたら小箱の毒針で気狂いにされたに違いない 死子打ちが小箱の毒針に刺され、気狂いになったと聞いたら、マスノはすぐに様子を見に来るだろう。そうして、証拠の小箱を取り返そうとするだろう、というのが、江藤氏の考えだった。しかし、小箱を分けるということは、非常な危険が伴うものだ。仕掛けがどういう風になっているかわからないから、毒針に刺されるかもしれぬ。いや、 刺される覚悟でなければ小箱は開けられないのだ江藤氏が躊躇したのはそこだった増野を取り押さえることは何事ではないが彼が石部賢治や花山が正気に帰ることを恐れて解毒剤を破棄してしまったらパンジ急するのだと言ってもし小箱を分け損なって獅子内が本当に気が狂ってしまったら それこそ、マスノを告発することさえできなくなってしまう。江藤氏が容易に獅子内に小箱を開けさせることを許さなかったのはそのためだ。と言って、開けもしない小箱を開けたように見せかけて、完治に長けたマスノを欺くことはできぬ。現に彼が獅子内の筐体を見極めに来た時も、小箱が開けられたかどうかを第一に確かめたくらいだ。 さすがの獅子ちも恐ろしい小箱を開けることは容易にできなかった。それで江藤氏のところを辞するとすぐに松沢病院に来て、なんとかうまい手がかりを得ようとした。病院付近で幸いに小玉に会うことができたが、それもつかの間彼は捕まってしまった。獅子ちはもう猶予はしていられなかった。なぜなら、かわいそうに小玉は、 捕まったからにはすぐ処刑されるに違いない。もうぐずぐずしてはいられない。そこで、獅子ちは意を決して、編集長に預けた小箱を受け取って、アパートの一室に持ち帰った。彼は監視されていることを知っているから、わざとこれ見よがしに剥き出しにして運んだ。獅子ちは、決死の覚悟で小箱を分けた。天の助けか。 うまく毒針を避けることができたのだ。天の助けはそればかりではない。その後もトントン拍子にうまくいって、亀山やマスノは向こうから火の中に飛んできた。亀山はマスノの共犯者で、あざをこしらえたりして変装して小箱を届けたのはやはり彼女だった。彼女はマスノの恐ろしい人間であることをよく知っているので、 いつ気狂いになる毒薬を注射されるかもしれないと思ったので、抜け目なく前もって解毒剤をもらっておいたのだ。嫌だと言えば悪事の手伝いをしないから、増すのも仕方なく分かち与えておいた。それを彼女は肌身離さず持っていた、というわけだ。江藤の名札がなかったら、死し,し打ちもいかんともすることができなかったろうが、同時に、 彼の完全たる冒険の結航がなかったら、恐るべき犯罪発明者は検挙されなかったであろう。さて、三年前の白川男爵亭の出来事であるが、読者諸君もすでにお察しであろうが、亀山秋が獅子内に話したことはみんな嘘である。あの時彼女は獅子内をおびき出して毒殺するつもりだった。 それを江藤氏が嗅ぎつけて人を使って表戸を叩かしたので彼女は慌てて獅子打ちを裏口から逃したのだ江藤氏が獅子打ちを待ち受けていたのはそういうわけだった白川男爵の隠し子というのは実は菅井秀の方だった彼女こそ親子の名乗りをしようと思って男爵邸に女中暴行に住み込んだのだった ところが、ちゃんとした証拠があるにもかかわらず、男爵は剣を左右にして承認しない。秀はそのことを、愛人の小玉に告げた。そうして二人で相談の上、男爵を脅かして承認させようというので、小玉は深夜男爵邸に乗り込んだ。彼を手引きしたのは、無論秀である。 小玉がどうしても男爵邸に忍び込んだわけを言わなかったのは愛人の身をかばったからだった。ところが男爵家の顧問弁護士をしているマスノはかねて同家の莫大な財産に目をつけて夫人の病心なのを機かとして横領を企み一味の亀山秋を女中に住み込ませてあったが秋はさすがにマスノの片腕だけあって早くも秀の秘密を嗅ぎ出してしまった。 そこで、マスノの知恵で、ヒデを片付けて、秋を男爵家の相続人にしようというので、小玉の忍び込んでくる少し以前に男爵をピストルで射殺し、小玉が忍んできた時にもう一度空砲を放って、あたかもその時にピストルが発射されたように見せかけた。これは、女ながら大胆不敵の秋が、マスノの指図でやったことである。 マスノとアキの悪だくみはうまく成功して、小玉はその場で殺人の嫌疑で逮捕され、菅井秀はあまりの出来事に一時失神したので、その時に素早く毒薬を注射して気狂いにしてしまい、証拠の品々を巻き上げた上、花山恒子という名で松沢病院に押し込めた。マスノはずうずうしくも小玉の弁護を引き受けて世間の称賛を浴び、 亀山紀は、小玉が処刑されてから、ゆっくり男爵家の財産を横領するつもりで、それまで世を忍び、後には石部賢治のところに女中暴行に住み込んだが、小玉の処刑が近づくに従って、さすがにいい気持ちはしなかったらしく、秘密ありげな女だと見られていた。ところが、突如として小玉が脱獄し、直ちに松沢病院に行った形跡があるので、 小玉が花山のことを知ったのは、木下信子が探り出して、獄中の彼に告げたのだった。松野は大いに驚いて、老人に変装して石部方に行き、新聞によって秋に通信して、かねて言いつけてやったように、最後の手段として花山を毒殺しにやったのだった。松野が老人の姿に変装したので、江藤氏と混同されたのだった。 花山の毒殺は未遂に終わった。マスノは新聞の通信のことを石部検事に知られたので、秘密が漏れてはと思って、彼を白昼検事局からおびき出して気狂いにしてしまったことや、木下信子がだんだん秘密を知りそうになったので彼女を殺したことなどは、読者諸君の知られる通りである。この恐ろしい殺人魔も、 江藤氏と獅子内の協力によって、ついに社会から覗くことができた。小玉が無罪になり、石部賢治と花山つね子は共に正気を服し、つね子、実は菅井秀は、男爵未亡人の死後、男爵家の財産を継ぎ、小玉と結婚したことは、改めて、付け加えるまでもないことであろう。